女川原発は再来年2017年4月以降の再稼働を目指して大規模な安全対策工事を着々と進めており、原子力規制委員会では適合性審査が進められております。しかし、あの 3.11 巨大地震に襲われた被災原発を本当に再稼働させてよいのでしょうか。本日は原発の現場を知り尽くした技術者の方々をパネリストにお迎えして、皆さんと共に考えてみたいと思います。どうも皆さん、こんにちは。ご紹介いただきまして、私は呼びかけ人の一人として、このシンポジウムがあることをお聞かせいただきまして、今日皆さんと共に出席をさせていただきました。今日は今呼びかけ人の皆さん方、大変著名な弁護士さん等のおいででございますけれども、私に呼びかけ人を代表してご挨拶するようにということのお名指しいただきましたのは、実はこのシンポジウム始まる前は前三里町の町長として昨年まで町長させてまいただきまして、先月25日に開かれました、施行されました県会議員の選挙に東田選挙区から立候補いたしまして、本日ご出席の皆さんはじめ多くの同志的な結びつきでこの原発問題についてですね、考えていただく皆さん方からですね、力強いご支援をいただきまして、当選をさせていただきました。本当にありがとうございます。これを借りて心からの感謝を申し上げたいと思います。私は県会議員に立候補させた大きな理由は、やはり何といっても2017年の春に稼働が進められている女川原発をこのまま進めていいのかどうかということを一番心配しておる一人でもございますし、皆様方もご案内の通り、三里町は、脱原発を町としてですね、全国に先駆けて表明をさせていただいた、自治体の首長として、その責務を感じて今回県政の場でなんとかこの考え方、この姿勢をですね、改めさせていきたいと、そんな思いで、立候補させて、いただきました。もとより、先日川越新報などですね、59人の、県会議員がいるわけでありますけれども、この59人の方々のですね、この原発に稼働問題に対して、どう考えているかという記事が大きく載っておりました。皆様方もすでに、見られておると思いますけれども、59名のうち稼働に賛成をしている県会議員が、21名、それから一時的に再稼働させても将来廃炉にすべきだというふうに回答した議員が14名、そして再稼働は、私もでありますけれども反対だということを表明した議員が16名、それからどちらとも言えないという方が8名おりました。そういう意味では、賛成反対も含めてですね、ほぼ拮抗した形になっているのかなというふうに思っております。そういう意味で私も県会議員の一人としてですね、この問題を県政の場で取り上げをさせていただいて、今どちらかというと東北電力さんの考え方にですね、揺れ沿った形で県政がちょっとこう進められているのかというふうに思っておりますので、その流れをですね、しっかり変えるようなですね、活動行動をしていきたいなというふうに思っております。そういう意味で今日のシンポジウムというのは、私はどちらかというと倫理的な観点からですね、この反対を言っている立場の人間でありますけれども、やはり何と言ってもそれにプラスして科学的な見地に立って、やはり、どうなのかという話もですね、しっかり受け止まりながらこの問題について解決をしていかなきゃならないというふうに、強く思っております。そういう意味で今日は、私にとりましても大変有意義なですね、シンポジウムを
を開くことに相まったなということで、大変今好感を持っているところでございます。皆さんと一緒にぜひ私も今日勉強させていただいてですね、今日いただいたお話をしっかり受け止まりながら、これからの県政の場に生かしていきたいなというふうに思っております。どうぞ今後ともですね、皆様方の温かいご指導と、そしてまたいろんな知恵をお借りすることが多くなると思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いを申し上げまして、花田総司でございますけれども、指掛け人を代表してのご挨拶とさせていただきます。今日は雨の中、このように大勢の皆様方にご参加をいただきましたことに、心から感謝を申し上げて、演壇からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今日は市民による女川原発の安全性を問うシンポジウムに、ご参加いただきましてありがとうございます。私はこのシンポジウム実行委員会の事務局を担当しております篠原です。よろしくお願いします。それで、シンポジウムを開始するにあたってですね、私の方からこのシンポジウムの開催の趣旨、このシンポジウム開催までに至る経過についてですね、簡単にご報告をさせていただきます。それで、まず4枚の写真をですね、見ていただきたいと思います。これは書いてあります通り、国のですね、女川町にあったオフサイトセンターです。女川町の岸壁から1キロメートルぐらい、入ったところにあった国のですね、原発に、事故が起こった場合の対策拠点となるはずの施設でしたけれども、東日本大震災の大津波によって、このような状態になりました。これはそのオフサイトセンターの隣にあった宮城県の原子力センターです。4月の20日に私が撮影した写真ですけれども、だいたい標高が8メーターぐらいの土地に立ってた津波建物だったので、ちょうどこの辺の場所ではですね、15、6メーターの津波に襲われましたから、このような姿になってしまったわけなんですね。多くの職員がですね、仕事をしていまして、津波の犠牲になりました。で、女川町は町の7割がですね、津波で破壊されてしまいましたけれども、その破壊された直後にですね、どんどん瓦礫の撤去と集積の作業が進んでいったんですけども、この2つの施設は犠牲者も出たということで、しばらくはそのままの状態になっていました。これがですね、1年後の5月9日に撮ったオフサイトセンターの写真です。さっきの写真は生々しい写真ですけれども、この1年後の姿を見るとですね、実に無残だなっていう感じがします。これが原子力センターです。5月ですからもう あちこちに雑草が生えています。私はこの姿を見てですね、松尾芭蕉の夏草や強者どもが夢の跡という俳句を思い出しました。強者どもっていうのは原子力の夢を見た原子力村の住人のことです。こういう姿になっていました。このことを伝える、これは家屋新報の記事です。2011年の3月24日ですけれども、ここに事故時対策拠点が壊滅というふうに書いてあります。何にも役割を果たせなかったということですけれども、この記事の中のですね、この部分をちょっと注目していただきたいと思います。ここに
放射性物質測定機器論内が不能と書いてあります。結局ですね、宮城県はここのさっきのですね原子力センターに宮城県が所有する全ての放射線測定器を置いておいたんですね。で、津波でこういうふうに、破壊されてしまいましたから、宮城県が所有する全ての測定器を失ってしまったんです。それで肝心の福島原発事故が起こって市と放射能を測らなくなり、そういう局面に達したときに宮城県は全ての測定器を失うという局面になりました。私たちは小名浜原発が運転を開始してから宮城県にですね、全ての県民を放射能の危険性から守るための原子力行政をやってくれと口を酸っぱくして言ってきましたけども、宮城県は原発問題は原発から8キロから10キロのですね範囲をカバーしていればいいんだと、原発近くの放射能と恩返しをただ測っていればいいんだというですね、そういう原子力行政を進めてきました。だから本来ならば原発事故が起こった時に宮城県の全部の放射能を測れるような観測体制を組まなきゃなかったんですけれども、小名浜に全部それを置いていたために全てを失いました。それで彼らが何をやったかというとですね、東北電力からの東通り原発からもう放射線を測るモニタリングカー1台とサーバイメーターを1台借りてですね、仙台を含めた県の南部で放射能を測り始めたんです。毎日1回ですね、そこの町に行って放射能を測って記録する。それをずっとですね、ここは6月の2日ともまで、その後もずっと1日1回放射能行って放射能を測って記録するっていうことをずっと続けたんですね。で、私は東京の方まで放射能が飛んでいってるんだから、宮城県全部の放射能を測る必要があるんじゃないかというふうに直接電話で言ったんですけれども、小名浜対応から福島対応に変えたんだと言ってですね、今度は県南部だけに限って放射能を測り始めた。そのことによってですね、実は放射能は奥羽山脈を通って県北の栗原の方まで行ってですね、稲わらを汚染して、その稲わらを食べた牛からですね、牛の肉から放射能が検出されるって事態が起こったわけですね。要するにそういうことすらですね、当時の宮城県の原子力行政はですね、考えもしなかったと。要するにその想像力のなさ、原発事故に対する対応力のなさをですね、さらけ出したわけなんです。で、これを見てください。これはですね、たまたま東北大学の病院にモニタリングポストがあったんです。で、このモニタリングポストに残った記録です。これを見てもらうとですね、明らかにいつ福島原発の放射性プルームが飛んできてきたかってよくわかるんですね。例えば小名浜原発の方に小名浜ルートっていうのがあるんですけども、ここにきちっと記録されています。そして今度は一ノ関ルートっていってですね、20日過ぎに奥羽山脈沿いに通って一ノ関まで流れた放射性プルームの流れがあるんですけども、ここに20日とか24日にピークが出ている。要するにモニタリングポストだったらこういうことがはっきりわかるんですけれども、宮城県のですね、残したデータにはどこにピークが来てるかっていうこともわからないわけです。1日1回行って測るわけだから記録が出ないんですね。そしてこういうですね、記録をもとにして宮城県知事はこんなことを言ったんです。これ3月23日です。要するに宮城県の放射線レベルは低いから農産物の検査はしなくてもいいんだっていうことをですね、もう早々とすでに今もなお放射性プルームが飛んできている時期に宮城県知事はこんなことを言ったんですね。要するに
宮城県の原子力行政というのはこの福島原発事故によってですね、こういう実態を示したわけなんです。なんでこういう構想力も対応力もない行政になってしまったかといえばですね、これは要するに私たちが宮城県の情報公開条例を利用して手に入れたあの資料なんですけども、宮城県の原子力安全対策室の室長や原子力センターの所長をやってた人間が、その上部の環境生活部の次長を経験して定年で退職していった職員がですね、東北電力の環境の調査役としてですね、天下っていってたって資料なんですね。これは昭和の何年、63年ぐらいから始まってますか、連綿とそういうことがずっと続いてきたんです。で、これは最後は平成の12年ぐらいになってますか、去年まで、今年の3月までこういう天下りがずっと続いてたんです。で、東北電力は有能な 人材を引き受けるんだから問題はないと言ってたんですけども、やはり批判を浴びて今年の4月からはですね、天下りを受け入れっていうことはやめたんです。こういうふうに原発を推進する電力会社と県民の命を原発から守る原子力行政が癒着をするっていう構造を宮城県がずっと取り続けてきたことによって、今度の福島原発の事故について何らの対応もできなかったということが起こったわけなんですね。で、今小川原発の再稼働に向けて、国の原子力規制委員会では安全審査が進められています。宮城県にもですね、安全性検討会というのが作られて、安全性の検討が進められています。今まで8回開かれました。その8回を我々はずっと傍聴してきてるんですけども、物事の本質に迫った議論がなされていないんですね。物事の本質に入ったなされ議論がなされていないんです。だから今宮城県は本当にですね、県民の立場に立った原子力行政に変われるのかっていうのが問われてるわけなんですね。その時にこのような安全性検討会の現状ではダメだろうということで、今日は私たちがですね、県の検討会にこういう専門家を委員として採用してほしいっていうふうにお願いをしていた専門家の方々にパネリストとして来てもらってシンポジウムを開くことにしました。この内容をですね、きちっと理解してもらった上で、本当に小川原発を再稼働させていいのかということをよく考えていただいて、そして宮城県にも意見を言っていただきたいなということが今日のシンポジウムの開催の趣旨です。最後までしっかりと聞いていただいて、自分の考え方をまとめていただければと思います。どうぞ長時間にわたりますけれども、よろしくお願いいたします。どうもご苦労様です。ご紹介いただきました高野町議会議員の高野でございます。今日は20分間という短い時間でご報告することになりましたので、次々とお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。これは福島のビルモムザンに爆発した3号機でございます。こちらはちょっと前に撮った写真ですが、何だかしらこれ2号機なんですが、小川原発の2号機で外壁で工事をしている写真を撮りました。後でまた詳しくお話しします。これは女川県の町が 3.11 の時に津波で家がどんどん流された状況です。3分の2の2400世帯の家がすっかり流されました。
すっかり流された後です。一番飛んで14人の人口があったんですが、827人の方が犠牲になりました。本当に一瞬に全てを失った、そういう悲劇でございました。こうした時に女川原発ではどうだったのかというと、13メートルの津波が記録されています。で、女川原発の敷地の高さが 14.8 メートルだった。地盤沈下が1メートルあって、その津波が来る当時は敷地の高さは 13.8 メートル、あとわずか80センチの差で助かった、まさに紙一重だった、こういう状況だった。これは記録から言われることです。ちなみに福島第一原発を襲った津波は約15メートルぐらい遡上したのではないかと思います。福島の事故の最初の発端は地震で、外部電源の鉄塔が倒れると、外部電源を失ったということから始まると思いますが、女川原発の外部電源はどうだったのかというと、 3.11 の時は、5系統あったんですね。1、2、3、4、5、5系統のうち4つがダメで、これダウンしまして、1系統この松島幹線2号だけが受電可能ということで、これがかろうじて冷却をすることができたということになっていました。で、女川では4月7日の日に大きな余震がありまして、この余震の時にこの外部電源がどうだったかなって電力の資料を見ますと、この押鹿1号というのは定期検査で止まってました。で、残ってたのが4つなんですが、この4つが地震によって3つダメになりました。これダウンして死を救うのです。そして残ったのがこの松島幹線1号です。今お話ちょっと前にしましたのが2号です。そして4月7日に生き残ったのが1号です。別なんです。いわゆる生き残った1系統は別のものなんです。そういうことを考えますと、無傷の外部電源は一つもなかった。いわば逆に言うと、全てダウンしても何もおかしくなかった。奇跡的にこの外部電源が一つずつ生き残ったということになったのではないでしょうか。で、 3.11 の2ヶ月も5月の14日の日に吉井秀和さんと高橋涼子さんと衆議院議員さんがおいでになって、私たちもこの女川原発の内部を視察することができました。最初に連れて行かれたのが女川原発1号機の高圧電源盤が火災を起こしていた現場に連れて行かれて、写真がここにありますが、こういう状況でした。で、私たちこのことでちょっと時系列を教えていただいたんですが、2時42分に地震が発生して2時57分に1号機の火災警報器が鳴ったそうです。で、実際にこの消火に当たったのは午後8時23分、粉末消火器による消火です。広域消防という石巻にありますが、当時はもう全ての道路が寸断されておりまして、広域消防は出動できないということでありまして、まあ、どさくさの紛れで本当に大変だったと思いますが、社員の皆さんが放射線管理の管理区域の中で作業するということで、まさにブラックボックスの中での仕事だったんではないか。もう3時から夕方夜の8時まで消火できないわけですから、これが原発の事故の実態なんだろうなというふうに思いました。で、次に連れて行かれたのが2号機の地下3階建屋でございます。で、ここまで海水が入ったんですよという説明です。これは熱交換機、BKTと言います。熱交換機です。これが ECCS を動かすポンプです。これも皆、水没いたしました。で、熱交換機2台がやられて、残ったのがもう一つ部屋があって、その部屋に A 系統の熱交換機があったそうで、これでかろうじて冷却した、風が発
海飛行の状態だった、こういう話です。で、津波は敷地を越えなかったはずなんですが、どこから水の入って海水が入ってきたのかというと、この止水路の中を通って、これがあの水位計です。この水位計を伝って上がってきて、今度配管とかケーブルとかを覆っている管を通って、この地下3階にどんどんと入っていった、1900トンだそうです。で、これはもう誰も想定しなかったことだったと思います。こういうことが平気起こるんだということを改めて思い知らされました。で、3月13日の午前、夜中の1時50分に東北電力の敷地のこのモニタリングポストっていうのかな、で、異常な数値を観測して、東北電力が実は放射能が強いのが来たということで発表されました。で、実はその前の日に12日の午後3時ごろに福島の原発の1号機で水素爆発が起きまして、放射性雲が雲状になって太平洋、南風に乗って太平洋を渡ってきて、ここの女川の、原発にたどり着き、そしてさらに今度は利根を通って一ノ関に行って栗原に回る、山川先生の表だと思いますが、こういうことが起こっていたんだ。で、どれぐらいの放射線量が観測されたのかというと、21マイクロシーベルトだったんですね、1時間あたり。で、前の日が 0.03 マイクロシーベルトです。これがキャーッと上がるわけです、ここまでね。で、約700倍です。ですから、これぐらい放射の線量が出ますと、国と県に対して直ちに電力は通報するはずです。通報したと思います。県も知っていたと思うんです。で、検討電力一体何やってたんだと私はあえて言いたいと思うんですが、で、そういう時にここで私聞きたいのは、東北電力が私たち住民は何千人と避難所に暮らしておりました、体育館とかね、学校とか、この私たちには一切この放射線がこれだけ出たよっていうことは知らされていませんでした。マスクもしろとか帽子かぶれとか外に出るなとか、子供たちにはアンティオスだよ、飲ませるようにすべきだとかっていうことは一切ありませんでした。で、放射線防護の管理をやれるのは、あの時は東北電力の社員しかいないはずですから、その東北電力が住民を被爆そのままさせていたということは、原子力発電所を動かす資格があるのかということを私はあえて言いたいと思うんです。ましてや東北電力の敷地の中に体育館がありまして、その体育館にも数百人の住民がいたと思うんですが、200〜300人の住民がいたと思うんですが、その住民にも防護策を指示した形跡は一切ありませんでした。で、女川原発の問題はさらに深刻で、想定を超える地震の揺れが繰り返し出てまいりました。3.11 の巨大地震、4.7 の余震でも設計用の基準地震度を大きく超えています。例えば基準地震度580の中で、ハギトリハットなんですが、636になってたという報道もされました。で、当時、電力側から公表された観測記録を見ても、これは4月7日。の時だと思うんですが、3号機の燃料取り替え理科で垂直方向で最大加速度が基準地震度に対して最大運動加速 146%、 1330ガルを観測して、簡単に言うとね、ここが938ガルなんだけど、これをはるかに超えて1338ガルにあたる。で、もう一つ一言加えると、これ自然ガルにパチッとついてるんだけど、で、電力側に言わせると2000ガルを超えるような測定ができない
測定をしておったので、ただ2000以上出たことははっきりしてるんだけど、いくら出たかわからないという言い方をしております。本当にね、最初から2200にガルになるだろうと最大ね言われてる時に、2000ガル超えるような記録は取れない装置を作ってるというのも、使ってるというのもおかしな話だと思います。で、ロシーさんがこの時に東北電力にどういうものが壊れたんだって言って資料を出させたのがこれです。で、その他に新しく出てきたのは、その後新しく出てきたのは、いわゆる1号機の天井クレーンのここの車軸の破損です。それからもう一つは、今日ここには出せませんでしたが、あのタービンの羽根、これ2号機と3号機なんですが、約1万枚あるんだそうですが、このタービンの羽根どちらも7000枚取り替えざるを得なくなるくらい傷のついたということがございました。で、次々とこういうトラブルが発覚してくるわけであります。で、全体でいくらなんだっていう話したら、例えばね、タービン建屋のフロアドアパネルがこうやって開いちゃうわけよね。それから使用済み燃料プールには異物が入っていくわけだよね、ここにね、いうことを含めていろんなのがあるんだけど、全体で何箇所こういうことがあったんだって言ったら、600箇所以上の不具合があったんだという話であります。で、ここにはちょっと書けなかったんですが、やっぱり地盤が1メートルも地震によって沈下するっていうこと自体がね、本当に想定されていないと思いますよ。しかも今度は今隆起していると思いますから、隆起もしている、そうすると敷地そのものの安全性、あるいは建物に対する影響、こういうことは何ら今評価されていないので、これも大きな問題だろうというふうに思います。次に若干これ私たちの経験をお話しします。1988年から1995年の7年間で公開ヒアリングが 2号機と3号機の公開ヒアリングがありました。で、小名川は昭和35年にチリ地震津波というのが経験がありまして、約1メートル70センチから2メートル近い津波が来まして、大きな被害を受けました。その時に津波の引き潮を経験しました。それで小名川湾の海底が全部見えたというのが記録として残っているわけです。その小名川湾の海底の深さはマイナス6メートルぐらいです。で、2号機の時にマイナス 6.5 メートルが引き潮の最大の深さの引いた時に出てくる数字が最下位水位っていうかな、それをがあったもんですから、本当に水が取れるのかと、海水が取れるのかと、そして冷やすことができるのかという指摘をしたんです。ただ3号機の時にとうとう計算し直して最低水位がマイナス 7.4 になると、それで 10.5 メートルまで海底を掘りますということになりました。掘ったところはここ、いわゆる止水口の前面です。海域です。12万リューベルぐらい掘ったそうです。大体一番手前あたりで4メートルぐらい掘っております。で、この掘らないで今度の津波を迎えたら、浚渫せずに浅い海底のままだったら津波はどうだったんだと、敷地を超えたんではないかという指摘をしました。そしたら東部電力もしぶしぶそういう可能性はありましたという話をしております。もしそれが本当にあったら、ここにあのピットがありますが、海水ポンプ室があるんですが、こういう海水ポンプ室に皆海水が入って、いわゆるポンプを水没させたのではないのかというふうに心配します。もう一つ後から分かった話なんですが、東北電力と原子力安全、当時の原子力安全保安院が、平成18年の5月に、研究会を立ち上げまして、想定の津波の水位を
約1メートルプラスして敷地の高さに1メートルプラスした場合どうなんだって影響評価されたようです。その時は 海水ポンプ室はもうあるいは 電動機も全て水没すると使用不能になるという話をして、この安全装置も含めてこの機能喪失になるということが分かっていたんですが、しかし電力も国も我々は対策を取ってきませんでした。で、私はこの中でお話ししたいのは、やっぱり今再稼働に向けて新規定基準というのでやられております、審査をやられておりますが、例えばフィルター付きベントなどという安全対策を取るというけども、あるいは29メートルの防潮堤だとかって言っているけども、それが本当に安全が確保されるのかどうかっていう規制委員会自身での実証試験とか、あるいは計算をきちんとするとかいうことをしているのかどうかっていうのが私は本当に心配になる。で、そういうことを一つ一つ点検しながらやらないと住民の安全守れないし、万が一守ったにしたって使用済み燃料がどんどんできて次世代に負の遺産を押し付けていいのかという問題もあるし、それから防災計画は作るけども逃げるにしたって私たち女川の町民にとっては帰ってこれるのかという問題もあるし、本当に検討局には真剣に真面目な検討してほしいし、国にも物を言ってほしいなというふうに思います。最後になりますが、このパンフレットは電力から電力から取り寄せた議会に提出された資料がほとんどでございます。こういう資料を基づいていろいろパンフレットを作って学習会などをしておりますが、ぜひ皆様方にも仲間あるいは広くこれを広めていただいて、皆さんに女川原発の実態ということを、被災した原発の実態ということをお伝えしていただければと思います。私もお金もありませんので、自分でお金作ってやれるわけじゃないんで、一部100円ということで申し訳ございませんがご負担いただきながら、このパンフレットを活用していただければ、そしてまた新しいコンテンツを作っていきたいというふうに思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。それでは、パネリストコーディネーターの方のお名前を、紹介させていただきたいと思います。パネリスト、まずお一人目、後藤正さん。続きまして、小倉志郎さん。井野博光さん。そして、右側が、コーディネーターの菅波保さん。よろしくお願いいたします。改めまして菅波です。どうぞよろしくお願いします。この後は座らせていただきます。今日はお忙しい中、たくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。このシンポジウムについては地元の実行委員会の皆さんからご相談をいただき、私たち原子力市民委員会が共催するということで、この準備を一緒に進めさせていただいております。で、この後のセッションではですね、今ご紹介ありました、後藤正さん、小倉志郎さん、それから井野博光さんからのお話をいただき、休憩を挟んでですね、その後皆さんからのご質問をいただき、ディスカッションしていこうということになっております。私の方でその皆さん
パネリストの皆さんからの発言、それからディスカッションの方の進行をさせていただこうというふうに思っています。今もすでに、高野さん、篠原さんからもお話がありましたけれども、今改めて東日本大震災と、この原発の安全性の問題を問い直さないといけないというふうに思って、問い直さないといけないというふうに思っています。これは原子力の技術者、設計者に関わった方の発言ですけれども、原発は大事故を起こす直前までは安全だと。原発の安全性というのは本質的にそういうものであって、決してそれ以上のものではないという言葉があります。で、実際、このシンポジウムの準備の段階で、先日、女川原発の視察に行きました。で、実際にこの震災で、かろうじて、大きな被害を免れた女川原発がいかに安全なものであるかということをですね、東北電力の方が宣伝することを聞きましてですね、本当に驚き、やはりこの問題ですね、私たちも、原子力市民会としてもしっかり協力していかなければいけないというふうに思った次第です。で、少し背景を紹介させていただきますと、この原子力市民会というのはもともと高木仁三郎市民科学基金の特別事業として発足しています。高木仁三郎さんのことはこの中にもですね、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、もともと第一線の核科学の研究者でしたけれども、やはり原子力は民主的な社会に相入れないというところまで考え抜いた挙句にですね、研究者の立場を辞めて、原子力資料情報室の設立に関わり、市民科学者としてですね、原子力の問題をずっと生涯を通じて、研究し、市民のための情報発信に努めてきた方です。で、高木さんが亡くなられた後、3000万円の遺産が残り、それからまた多くの皆さんからの支援をいただいて、市民科学を目指す市民研究を助成するためのですね、高木仁三郎市民科学基金というのを立ち上げました。で、これまでいろんな市民グループの研究などにも助成をしてきたんですけれども、311の後にですね、個人の方からの大口の寄付もあり、新しい事業を立ち上げようということで、この原子力市民会を立ち上げました。で、今日の皆さんのお手元にもですね、パンフレットを入れておりますし、今日の一番最初にお話のあったですね、大会のところにもありました、この原子力の問題を倫理的なことで考えていかなければいけないというのは、私たちも共通する問題意識です。で、この原子力市民会には、脱原子力ということを、脱原発というのが、共通認識ではあるんですけれども、あえて、この団体の名前には、脱原子力市民会とはせずにですね、原子力のことを市民の立場から考えていけば、結論として脱原発というのは導かれるだろうということも含めて、この原子力市民会ということで、取り組みをしています。4つの部会がありまして、福島原発事故のこの、被害地対策、被災者対策をどうするのか、それから2つ目の部会では核廃棄物の管理処分をどうするのか、3つ目の部会で原爆ゼロ社会への具体的な政策づくり、組織づくりなどを含めてどうするのか、そして4つ目の部会が原子力規制、技術的な問題などを取り上げる部会で、今日、ここに3人来ていただいている後藤さん、小倉さん、井野さんはこの規制部会のメンバーということになっています。で、それぞれ参加者ともですね、専門の立場で、特に後藤さんと小倉さんは原子力のですね、まさに技術の現場を経験していらっしゃる専門の方です。そういったところからですね、今日も話をしていただこうと思いますし、私たちがまとめてきたこの、311の後、また原子力市民委員会が立ち上がった後ですね、早速その年の7月から、もう政策提言をしておりますけれども、そのまとめが今日も販売しているこの、原発ゼロ社会の道という本にまとまっておりますので、今日それぞれ発言していただくことも、その、このレポートに書かれていることがベースになっていますけれども、ぜひ今日ご参加の皆さんにもですね、合わせて、こちらのレポートもお読みいただければなというふうに思っております。ちょっと前置きが長くなってしまいましたけれども、早速、今日の後藤さん、小倉さん、野さんの順番で
それぞれ30分ずつ時間を取りまして発言をいただこうと思います。それでは後藤さんの方にお願いします。皆さんこんにちは、後藤真史です。私の方からはですね、私は元投資家で、原子炉格納容器と申しまして、原発で事故が起こった時に放射能を閉じ込める容器、大きな容器ですね、これの設計および今研究に携わってまいります。で、今日はですね、女川原発の被災した女川原発という意味があるわけですけども、先ほど高野さんからご報告がありましたけども、実際はですね、中のことがよくわからないんですね、情報もで。それで、これ先ほど高野さんからお話がありましたけども、一つは電源の話ですね。これはもう繰り返しませんけども、紙一重だったことが事実ですね。で、これは実はですね、お名前に限らず福島はそうですけども、原発のネックであるということは認識したままと言いますのは、原発というものは外から電気がないと動かないです。普通の工場と同じです。ですから外から電気を持ってくるんですけども、隣の遠くにある発電所から持ってくる送電線って非常に長いわけですね。そこが地震でやられるのは3系統あろうと4系統あろうと当たり前なんです。やれる可能性が高いです。ですから外部電源は日本のような大震災では常に脅威にされている。その上で、では非常用電源が持つかというとですね、非常用電源といいますのは、外部電源がなくなった時にプラントの中にディーゼルエンジンを置きましてですね、非常用ディーゼルを置きまして、それを何とか非常用に立ち上げれば何とかできる。これいくつも持っているんです。ところがそれが壊れなければいいですけど、それすらもうまく立ち上がらないとか、実際にこれも紙一重といいますかね、全てが常に動くというのは限らないんですね。それが一番入り口です。さて、お名前につきましてですね、問題になりますのはタービンです。これは実はお名前に限らなかったんですね。柏崎海岸でもありましたけれども、これ今写真にありますのは、原発は原子炉で核反応によって蒸気を発生させ、その蒸気をタービンの、タービンというのは羽根車ですね、これに蒸気を当てて回転させて発電するものです。非常に大きなものでですね、タービンというのは非常にこの軸がずっとつながっているんですね。実は女川原発2、3号機、先ほど高野さんからのお話がありましたけれども、タービンが非常に重大な損傷を実は知っているんですね。で、これ私もちょっと情報よくわからないとかあったんですけど、東北電力の方がどっかにこう書かれた論文がありまして、簡単な論文なんですけど、数万円のやつですけど、それを見ましたら、かなりひどい損傷だというふうに理解しました。その意味ではですね、例えば、中越沖地震で、柏崎刈田でですね、その被災した原発というわけですけど、地震を受けたわけですけど、先ほど高野さんの話の中にも1万枚あるうち7000枚がやられたとか、そういうレベルでですね、タービンなんて非常に何千枚もあるんです。それが軒並み擦られるんですね。それがなぜかというと、揺すられるとですね、羽の長さが何メートルもありますから、しかもその軸方向に入れるか、あるいは軸と直角方向に入れるかというのが変わりますけれども、いずれにしても、ほとんどの場合、大きな地震が来たらタービンは損傷します。羽が壊れます。で、電力会社の説明ですと、いや、羽は擦られて壊れることがあるけれども、大きな事故にならないんだと、そういう説明なんですね。実はそれが、柏崎の場合はですね、これは必ずしも地震によったとは限らないんですけれども、後で調べていくと、この振動によって、亀裂が入ってます。疲労だと思われます。で、これが地震とでは重なったらどうかとか、そういうふうに考えますと、羽が飛ぶ可能性がない。根元がズボンと。これタービンミサイルなんです。これは非常に脅威がありまして、そういうことが起こるとどうなるか。それが一つの問題です。で、
小長井号機3号機についてのその先ほどの東北電力の方が技術者のまとめたものを見ますとですね、そのタービンの損傷の大きさというのはですね、羽だけではなくて軸で大きな軸がありまして、それに軸が回転するためにこう摩擦を減らすようにですね、軸受けというのがあるんですね。そこの部分が損傷すると軸そのままやられて、タービン全体が先ほどの羽が飛ぶのとは別個に軸全体が壊れる可能性があります。で、そういうその基礎の部分といいますかね、軸受け、それからそれを支える基礎の部分、ここのところにダメージを受けているのが小長井原発の被災の状況です。私の見たところでは多分一番ひどい被害ではないかというふうに推測します。もちろん現場を見させてもらってないわけですから分かりませんけれども、ここの文章だけから見ても相当な被害だというふうに見えます。で、しかもそれはですね、復旧工事に2年以上かかっているということを見ても、これは相当なものだというふうに思います。で、一部ではその手もついてない部分もあるというふうにちょっとお聞きしてますし、そうするとタービンとはいえ、これは結構侮れない。タービンというのはですね、実は原子炉に対してタービンというのは別になっているので、タービンが少々壊れても原子炉は大丈夫だという考え方です。ところが、そういうことを言えるレベルの損傷かどうかというのが問題なんですね。で、これはですね、実は火力発電の例なんですけど、昔こういう端っこからですね、この発電機があって、低圧のタービン、中圧、高圧、実際こちらから流れていって高圧タービンを回して中圧、低圧というふうにいくんですけども、これが軸がつながっているんですね。この万一この軸が損傷するとですね、これは海岸発電所ということであった軸なんですけども、この例なんです。11番の確か軸ってなってきます。ここが、触れ回ってですね、調整が悪くて壊れて、それが徐々にですね、その破損が進展して軸が崩れるんですね。で、これも全部軒並みやられています。全て。で、軸受けがやられて、その時に金も飛んでるんですね。それによりまして、被災したのがこういう状態です。テアスタービンの羽が、80メートル、あるいは380メートル、80メートルとありますけど、いずれにしても100メートルオーダーで、このボンと飛ぶミサイル。それで、原発の設計の時にはですね、このタービンミサイルが一つの問題になってくるんですね。で、そういう考え方です。で、問題はですね、こういうことが起こると、タービンが急激に事故が起こって他に発注することと、タービンが損傷し、機能を失う。そうすると、原子炉から隔離するんですけども、もしそれに隔離する部分が失敗すればですね、直ちに原子炉にも影響当然あるわけです。急激な事故になるんですね。そういうことがあり得ると言いますか、その可能性が否定できないことになります。ですから、そういう意味でタービンだから大丈夫だというのは極めてなくて、むしろタービンは毎回地震のために壊れているということが問題だということが言っているんです。さて、お話を少し進めまして、私の今日のお話のメインはですね、原子力発電所の安全の基礎になる格納容器の話を中心にさせていただきます。格納容器といいますのは、マーク型と言いまして、小長のタイプというのです。で、ただこれは米国の例ですけれども、筆パックがこんなになってまして、四角いコンクリートの原子炉の建屋の中に格納容器といって、この下にドーナツ型のこのプールですね、圧力抑制プールがあります。で、ここにドライウェイといってるんですけども、格納容器の水が入ってないプールがあって、その中に原子炉がある、こういう格好になってるんですね。で、福島では炉心が冷却できなくなって、炉心が溶けてしまって、そこから出た水素がこの格納容器というところから漏れて上で爆発する、こういうところです。で、水素爆発がこの中で、格納容器の中で起こらなかったのは、格納容器の中に窒素を封入して、中の酸素をあらかじめ排除して、つまり酸素がない状態にしている。ですから、水素が出ても、格納容器の中では爆発する。そういう話だったんですね。ところが漏れて爆発してしまう。これはですね、今は明らかに分かっているはずですけども、実は、後で申し上げますけど、対策としては全く
できてないというのが私の見解です。沸騰水型の格容器に3つタイプがありまして、これがマークワン型といいます。これは女川、あるいは福島の原発、第一原発のです。で、福島の原発の第一原発の6号機、それから第二原発、あるいは柏崎型のマーク2型、特徴は下に来るものですね。で、これが APWR という柏崎の6号機という形になります。さて、小田川の場合ですね、2号3号の場合は、1号はマークワン型ですけど、2号3号はこの回路型と言ってましてですね、ここの部分が太くなってますね。これ日本で回路したんです。で、回路したのは何だったかと言いますと、やっぱりこの元の設定はちょっと狭すぎるし、作業性が悪いから広くするという話で、こういうふうに回路しました。結果として少し格納容器のサイズ、空間容積が上がったんですね。それはいいことなんですけども、もともと日本でやっている開発というのはですね、この安全性というよりも作業性改善とか、それから稼働率向上とか、そういう視点だけといいますか、それを焦点にやってきている経緯があります。で、これは私は非常に日本ではやはり改良型と言っているけれども、安全性の問題を中心にやってきたのではないというふうに認識しています。これが格納容器のバウンダリっていう難しい形してますけど、要は放射能を閉じ込める場所です。この赤いところで閉じ込めるんです。ここから漏れなければいいんです。ですけども、一箇所で漏れたらダメです。というのが問題なんですね。当然ですけども、放射能がどっかから漏れてしまったら意味がありませんから、この鉄板のところは普通は大丈夫ですけども、こういうトップフランジ、ドライウェイのシフランジって書いてます。ここに、ボルトで止めてガスケットを入れるとかですね、あるいは電気配線の管理とかいうことがあります。それはちょっと事例をお見せします。これがトップヘッドといいまして、直径10メートルくらいの格納容器の一番頭です。燃料を交換するためにこの蓋を取って、圧力容器の蓋を取ってやりますので、このようにボルトで止まっています。そこをシリコンゴムが2錠入って大きな状態ですね。太さが10ミリくらいの小さなものです。これが金属ならいいんですけど、ゴムですから、だいたい200数十度から、持っても300度くらいです。設計条件は171度です、普通は。そうすると、ちょっと温度が上がりすぎちゃって、200数十度、300度になると漏れてしまう。福島では明らかに確実に漏れています。で、格納容器ベントといってですね、格納容器が危ない、このままじゃ爆発しちゃうといけないっていうんで、圧力を逃したりする。したんですけど、福島に実はそれがどうもうまくいってない節があって、ベルトして成功したと言ってたけど、実は調べてみるとここから漏れてたというふうが分かってるんですね。そういう状況です。で、ここにその時の開きを計算したものがありますけど、こういうデータはあるんですけども、問題はこのデータはですね、水素は扱ってない、水蒸気と窒素で実験と計算をしています。なぜそんなに自信持って言い方するかというと、実はこのデータを作ったのは私はその一員なんですね。で、データを要求するとみんな同じものが出るんです。で、私は間違ってるって言ってる。当時については私もね、そうだと思ったんですけど、水素についてはやってないんですよ。ですから相当早いレベルで漏れるっていうのは明らかなんで、そのことすらね、電力会社正面からそのことを言ってないし、ましてや規制の方々は分かってないんじゃないかということを私は非常に危惧しております。これは電気配線の貫通部といいまして、ケーブルが格納容器を通過するところに樹脂を入れて固めます。これは高圧、これ電圧。高圧電圧というのは、高圧の電源、電気ケーブルね。低電圧の電気ケーブル、そういう意味です。でそこを樹脂でやはり固めてまして、樹脂というのは大体5キシケです。これも大体300度くらいの量です。ですから、今言われている、その、化学事故といいましてね、石鹸条件を超えて格納容器がどこまで持つかって評価のときに、圧力でいうと設計圧、設計圧ってのは大体4気圧くらいなんですけど、その倍くらい、8気圧くらいまで持つだろう、あるいは温度でいうと200度くらいまでなら大丈夫だろうという今までの研究成果から、この樹脂今後200度くらいが大丈夫だという評価をしております。ただこれも
当然いろんな幅がありますから、温度が上がってくるとですね、こうなるかといろいろありますので、一番気になるのはですね、あるその例でいきますと、温度が上がったときに、ここからリーフパスといいまして、ね、亀裂が入ってそこから漏れるみたいになるんですけど、あるタイプのズボンと抜けたくなる。抜けちゃう。スポーンと。もう格納容器にそれも穴が開いて同じことになるんですね。そういうことがないとは言ってない。もちろん全てそうなるとは申しませんけども、そういう危険性すらということですね。これは、ちょっと分かりにくいんですが、格納容器のこの鉄板ですね、これずっとあるんですけど、それのに計算をしまして、この十字と書いてあるこの土手っ腹ですね、ここのところがどういう力をかけたら圧力をかけたらどうなるかって計算をしたことになるんです。で、横に歪みって書いてあるのは、これが横にどれだけずれたかっていうんです。で、縦方向に圧力の大きさですね。それでこの普通は設計でこの辺でやってるんですけど、実はそれをどこまで乗すかっていうことで計算してぐーっと回っていって、相当こういう大きなんです。これパーセントで表してるんですけど、15かけるのはこれ 6% です。これ 1% です。普通設計というのはこの辺 0.2% ぐらいで設計してます。それを超えちゃってどこまで乗すかっていう評価をして、2倍まで乗すかのかなって議論してるんです。これはまあ計算上できるんですけども、非常に難しいのはですね、計算のやり方とかモデル化といいまして、どういうことを計算の内容に入れているかによって、人によって随分変わっています。がやり方するのか。ということもありましてですね、ここはすごく深くて、つまり分かれる、解釈が分かれる国なんですね。ところが、今の原子力の規制の考え方は、これを最大限使って、蘇生不安定って書いてますけど、目いっぱい材料が健全だったら、もういっぱいぐーっと伸びて、あ、ここで切れましたって、ここは、ここを基準に、まあ、この辺まで使っていいだとか、そういう議論をしているんですね。これは非常に、研究の立場は結構ですけど、実際の運用、設計においては、私はこういうことをやるべきである。こんなことをやって設計は他にはないと思います。基本的には。こういう命に関わる、あるいは安全性の根幹をなすようなものでですね、こういう不確定な、技術的に評価が分かれる可能性のあることを持ってくること自身が間違っているというふうに私は思っています。その意味で今ここに書いてますのは、格納容器がどこまで持つかということを、平ら圧力の限界が 2PD というのはですね、設計基準の2倍です。設計の2倍、あるいは温度は200度で、これでいいのかというのが一つの問題です。先ほど言いました水素に対してはダメじゃないということも含めて、ここが言えると。では少し実質的な話になりますけれども、実際に計算だけじゃなくて、先ほど計算だと怪しいと申しました。じゃあ実際に実験やってるんですね。これはアメリカのサンディエゴ国立研究所と、当時は国立でしたけど、それから旧原子力発電技術機構という日本の、当時通産省、経産省の外国団体です。そこでやった実験です。これがマーク2型の格納容器の上半分を模擬してますけども、この部分はマーク2だろうとマーク1だろうとそんなに大きく変わらないんですね。似たようなことになります。で、そこに圧力をかけてやりましたら、実際にはこういうふうにハッチと言いまして、この蓋がついて物を出しですね、直径5メーター、4メーターの遺伝子なんですね。その蓋を開けてこう出入りするんですけど、そこの部分に補強するために厚い板が入って、この部分は厚い板なんです。ここは薄いんですね。ここは例えば30ミリくらいなんですけど、20、30ミリですけど、こちらだと40、50ミリから70ミリとか、そういうことだと。で、この厚い板と薄い板の境目で亀裂が発生するということです。で、これをですね、実際に実験の様子をちょっとお見せしたいと思います。これはですね、アメリカのニューメキシコ州アルバカークというところにある砂漠の真ん中ですけどね、そこにある原子力の研究のメーカーです。2分ちょっとですけど、ちょっとご覧いただきましたと思います。で、本編はもうちょっと十何分の長いものですけど、私の方でちょっと編集させていただきます。で、これアンダープレッシャーって書いてます。圧力によって
破壊そういう意味です。The steel containment vessel is a representative model of the steel containment. これはマークスの中の格納容器の模型。大体10分の1ぐらいですね。Under pressure in three stages. In the first stage, the SCV model was evaluated for its behavior as an independent vessel by pressurizing the vessel to 3.5. This stage was terminated when the SCV model expanded 9 millimeters.Equal to the scale gap between the actual containment. 最初に10ミリくらいの変形するところで持って、the third element is during the second stage. これが私ですね、そこに映ってますね。The pressure. まあ、転勤が何人か日米で協力して、SCV model began to expand. これ圧力を持ちまして、実はその圧力を上昇していく途中で、設計圧の4倍に置かれるところで、漏洩が発生します。The pressure was maintained. As long as the pressure could be maintained, the test continued. The pressure was again increased. このゲージをつけて、リアルタイムでずっとデータを取り込むんですね。で、実際はですね、窒素ガスを入れて、こう試験をしてたんですが、試験の終了の状態が、ここはちょっと絵があります。これを見ていただくと。Monotonic pressure loading. The pressure retention system was at maximum. ガスが漏れているのは見えますね。これが漏洩が始まったと、この辺から漏洩です。Pressure issued during the test was 676 pounds per square inch, or about six times the scale design pressure. A large tear, approximately 190 millimeters. この今言いました補強したところから亀裂が入って割れたと。Another tear was discovered. で、これがですね、実はこれで何を申し上げたいかと言いますと、先ほどやった解析というのはですね、もちろん解析というのはそれなりのものがあるんですけども、やはり現実にいろんなことが起こります。で、実際にこれを解析と実験と付き合わせて評価をしていくわけなんですけど、実際の実験というのは非常に幅がありますので、例えばこれ4倍持ったとか5倍持ったからといってそれまでも少しのことは、それは全くないんです。大体そういうオーダーだという理解の仕方です。そうしますとですね、そういうふうに考えないといけないので、特にこういうところは厳しいのですね、問題が起こりやすいです。さて、今のようなお話になるのはですね、実は格納容器ベントといって、格納容器からガスをですね、圧力が上がっちゃってガス抜きをすれば間に合いますけど、もし間に合わなかったり失敗したら今のようになりますということです。ということですね。それからもう一つの大きな問題は沸騰水型といいまして、小名川原発もそうですけど、福島もそうですけども、格納容器の中で、これ格納容器のここにあるんですけど、ここからベルト管というのがありまして、そこが8本あるんですけどね、ここからこれ2メートル弱 1. 何メートルくらいですけど、ここから出てきた蒸気をこのグリーンのところ、ここで下に向かって配管があって、ここからバーッと吹くんですね。つまり蒸気が出たら、その蒸気をこのプール、大きなプールがある、そのプールの中に水を入れるんです。と、水蒸気、蒸気が水の中に入りますと、蒸気が水に戻りますよね。そうすると体積が数百分の1になる。ですから圧力抑制といってのがポイントなんですけど、沸騰水型の格納容器は小さいけれども性能がいいんだと。圧力抑制プールがあるから圧力を抑制できるという意味なんです。で、私もそういうふうにして設計してきましたし、そういう評価をしてきました。ところが逆に言いますと、これがですね、この機能が失われると直ちに圧力がボンボン上がっちゃう。だから格納容器ベントなんていうバカな話になる。これが問題なんですね。で、実はここにですね、真空破壊弁というのがありまして、この機能が非常に重要になります。少し先で、これが今の先っぽにある真空破壊弁の位置です。ここに重要ですね。真空破壊弁というのは、ここ横から、これ前から見たときに、横から見るとですね、ここの、圧力がこちらからかかると開くんですけど、こちらからかかると
開かないって逆縛りっていうんですかね、片方だけから動くガスバルブなんですね。それ真空破壊なんです。でこれによってもし、圧力のバランスが崩れてですね、必要な時にはこの作動するように設計されている。あとでそれを説明します。それで実は福島の2号機の例で申しますと、どうもプールの水、今にこのプールがありますが、外にも漏れてるんですけど、いろんなデータから見ますと下の方で穴が開いているのは明らかです。圧力抑制分離ということは格納容器のバウンダリー、格納容器の閉じ込め機能が失われている。だから水があるから一見分かりませんけども、実は原子とからで冷やしたあるいは放射の帯びた水がここから入って地下室に入って外に出ていると、そういう流れになっている今もですよ、ということになっています。しかもこれはどうしてこれが壊れたかは未だに分からない。少なくとも私のレベルでは分かりません。格納容器を担当したレベルでは分かりません。ですから分かる方に教えていただきたい、電力会社の人にもお願いしたいですね。ところがこれは分からないままにマーク1型あるいは沸騰水型の問題点を蓋をしたまま再稼働しようとしている。これはどういうことか、少なくともこれに関しては DJ として全く認めるわけにいきません。欠陥自動車をそのまま動かすと全くしない同じです。こんなんですからね、格納容器というのは放射能を閉じ込めるときに圧力抑制機能がなかったらダメ、その根幹のところを失うということを意味しているわけです。さて実はこれはですね、水位が結構変わるんですね。水没するとですね、例えば一例で言います。水没しますと、例えば温度計が水没したら、それで気中の空気中の温度を測るか水温を測るかによって違いますよ。これもその分析で書いてあるんですけど、一体どこの温度を測ったのよく分かんないって書いてある。推測で書いてあるんですね。いまだにそうですよ。しかもですね、先ほど言いましたこの水がどんどん上がってきて圧力抑制真空破壊点ですねのとこまで来ると何が起こるかというと、普通はここから入った蒸気窒素とかこう来て出てくるんですけど、その時にはここは出ないんです。こちら側から水の中に対してこう出るんですけど、格納容器の中の冷却が進んでここが上がる、つまりこの圧力抑制プールとここにある中とこちらの圧力差がこっちの方が圧力が高くなるのがあるんです。そうしますとこちらが真空に近くなりますので、上圧になりますので格納容器が壊れてしまうんです。それでこの真空破壊部に開いて元に戻す、これがこの外部設計の考え方ですね。ところがそれが水没してこれがダメになるとその機能も失われる。あるいは真空破壊弁が壊れると最初から機能せずにここで凝縮できずにそのまま蒸気に出る、そういう壊れ方もあります。でその両方心配であります。でそれによりましてですね、結果としてもし真空破壊弁が水没してあるいは機能しなくて開かなかった場合には、ここが不発になると格納容器自身が外の圧力、中の圧力がいっちゃうのでピシュッと潰れちゃうんです。これそんなバカだと思うかもしれませんけど、鉄でできているものですよ。そんなに強いものじゃないんです。圧力に対して外からの圧力に対しては非常に弱いんですね。これが心配です。あと問題になりますのはベッドカンベローズといって、今のここに蛇腹といいますかね、伸縮するための、まあ、非常に薄いステンレスのステンレスで作った構造部分ですね、波型にしたりとか、ここの部分が非常に弱いので、そこが損傷する可能性を非常に危惧しています。またこれは事故があった時配管が破断したりすると蒸気が圧力を防ぐというこの中に吹いてるんです。その時の挙動を示します。細かい話はちょっとここではできませんけども、非常に厳しい衝撃的な感じになります。ですから計算でやってるんですけど、これが本当に持つのかっていう実証がされているわけではないということと、設計上はここの力を考えるときに、この水力学的動化軸というのはこれだけではなくて地震による揺れを一緒に重ねて一緒に考えています。
こんなことが起こるときに地震が同時に来るなんて、そんな、ね、ことは滅多にないからいいんだという考え方でした。これが非常に問題です。これはそこの時の下で通っていく様子ですね。それで、実は地震の時に格納容器の中の水がどのように動かったのか、スロッシングと言います。非常にゆっくりした周期でこういうふうに大きなところですので見れます。これ今地震が始まってるんです。地震が始まったところでまだ揺れが見えませんけど、だんだんこう色が変わってきます。水面の揺れが見えてきます。これ色が変わってくるのは水深が深いからですね。このように格納容器、マーク1型格納容器の地震が来るとこういう水面が動揺するわけです。でこれはこれで一応考えてみます。ですから問題はこのことと他のことを、例えば先ほどの冷却剤装置ですね、そういうことを重ねられる、これ断面です。先ほどのドーナツ型のプールの断面でこれを入れてきます。でこれがこの先っぽがですね、水面に近くなると蒸気が起きたりスパーンと出ちゃうんです。完全に露出しなくてもこういう状態になるとですね、吹いてしまって水の中に蒸気が凝縮できなくなっちゃう。そうすると圧力抑制機能が失われてどんどん圧力ということになります。ですからこれは滅多に起こらなくてるからいいという問題ではなくて、そういうことにならないように、あるいはなっても大丈夫なように対策をですねやる必要があります。あといくつかお話したい点があるんですけども、これはフィルターベントといって格納容器の圧力温度が上がったときにフィルターで押すというシステムですね。これは小長の、ここに隔離ベントをつけて2個つけて、まあ、確実にどちらか開けるようにしようということと3個つけてこう出すと、これをやってるんですね。ただこの問題はですね、非常に問題が大きくて簡単に説明するのが難しいんですけども、非常にシステムが複雑なんです。で、ドライベルっていうのは上の真ん中のところですね、格納容器の乾いてる、そこと圧力抑制室のその切り替えとかですね、それから耐圧ベルトっていうのは福島で使おうとしたフィルターのないベルトです。で、そういうシステムがですね、非常に混在してまして、それをバルブで切り替えてるんですね。事故の時にあんな状態になってですね、それを切り替えて非常に難しいです。ですからそういうことに頼るのは、まあ、どうかなということになります。また水のコントロールから水素が出るんですね。大量の水素が出ますので、それも処理しなきゃいけない。でこうする、こういう複雑なものをですね、まるで一つのプラントなんですよ。これだけでこんなものをつけてね、格納容器の安全を保つって考え方は私は反対です。なぜかと申しますと、格納容器というのは放射能が出た時には何もしないで中に閉じ込めて、自動的に隔離ベントが閉まって閉じ込めても何もしないのが、そのやり方なんだ、格納容器。ところがそれがね、過酷事故になると、いや、あれもしよう、これもやしようって、バルブ開くなんとかって、こういうことやる。これ、成功確率非常に低いでしょ、計算すると。私、真っ当になったらおかしいと思います、このというくらい信頼性がないということですね。これはですね、水素。水素が出たときに、ここで爆発対策って言いますけど、先ほど言いましたように水素が漏れる。しかも、この処理装置には能力が全くないんですね。1時間あたり 0.5 キロくらいしか、17台以上、20台しかつけても10キロくらいしか処理、処理能力がないということですね。これは人によることが難しいという今のことをまとめたものです。また、不確かなですね、不確かなことを重ねて対策とすることが間違っているというのが、私の一番言いたいことの一つであります。で、福島の中でいくつかある中の細かくはご説明しきれませんけれども、水位計がちゃんと取れなかったとか、それから東安全面が作動しなかった、ちゃんと格納容器の圧力が上がったために排圧といって外から圧力がかかって動かなかったということが問題です。こういうことが重なって事故が、まあ、起こるわけですけれども、露震要因が起こってこうなりますと放射能がどれだけ出るかという計算をやってるみたいです。ですけども、
どこでどれだけ出すかってみんな家庭のもとになります。これはどれかが機能装置、つまりどこかが配管が切れたりフィルターベルト装置が壊れたりしたら全く意味がなくなるんですね。そういうことになっていると思います。こういうことのをもとに評価をすることがいかがかというのが私の、見解です。でこれは確率の話ですけども、時間の関係がありますので、一つだけ申し上げて終わりにしたいと思います。実は炉心損傷確率と炉心損傷した後に炉心損傷って炉心が溶けたんですね。その後に格納容器が漏れる確率、最後まで格納容器が漏れる時の最後の確率までといった時にこれ同じ確率で計算されてます。そうすると何かというと炉心損傷が起こったら 100% 確実に格納容器は破損する、そういう意味です。ということは私としては非常に不満なんですけど、格納容器は存在価値がないんです。意味がないでしょ。炉心損傷を起こしたらそのまま格納容器は意味ないんですから、一体どういうことでしょうというのが私の感じになると思うんですね。以上設計の問題という今日今のお話したことを言っていただきましたけど、お話があったのは水蒸気爆発とか航空機落下とか確率に依存して判断することは間違っているということだけを申し上げて、私の、ご説明に、どうもありがとうございました。ご相談したので、ちょっと時間の関係で少し飛ばしていただいたところもあるんですけれども、それについては後でまたディスカッションの時間があればそこでご紹介いただきたいと思います。続きましてですね、大村志郎さんにお話をいただきますけれども、いつも小倉さんは今日のお手元の資料にもありますけれども、35年にわたって原子力の現場で仕事をされて、退職された後はですね、今紙芝居などもしながら、原子力の問題を一般の方にも広く、伝えるということで講演などもされていらっしゃいます。今ちょっと小倉さんの、風体がやや、どうかと思ってらっしゃる方がいるかもしれませんけれども、それも一般の方に分かりやすくですね、原子力の問題を説明するためにいろいろ工夫をしてらっしゃるというと、では小倉さんの方からお話を伺いたいと思います。皆さん、こんにちは。こんな大勢の人にお参りするとですね、大体何か1000以上の人に見つめられているんだと思うんですけど、失礼しました。この大体この会議の 1000ぐらいの目があるんじゃないかと思うんですけど、やっぱりですね、ドキドキしますね。それで最近紙芝居やろうと思ってますけど、紙芝居の前にですね、ちょっと気持ちを、私の気持ちです、私の気持ちを落ち着かせるために尺八を40秒ぐらいちょっと音を出させていただきます。これはとても聞いていただくのは申し訳ないんで、すいませんがちょっと耳を塞いで聞いてそれであれです、曲はですね、宮城県の民謡で米節っていうのがありますね。あれの一番だけ、やります。で皆さんご存知の方ありましたら歌っていただけると聞きやすいんでよろしくお願いします。
それでは自作の紙芝居です。これが今日の私の話の核心ですので、他のことは忘れて結構です。それで始めます。小さな世界のお話。これは目に見えないくらい小さな世界のお話です。みんなの体は何からできているでしょうか。とても小さな細胞が数えきれないくらいたくさん集まってできています。一つ残ってけれど、生まれる前、お母さんのお腹にいた時は初めはたった一つの細胞でした。お母さんのお腹の中で一つの細胞は二つになり、二つの細胞は四つになり、だんだん数が増えていきます。赤ちゃんになり、おぎゃーと生まれた時はもうとっても数えきれないほどたくさんの細胞になっています。でも不思議ですね。同じような細胞が赤ちゃんになった時、目や耳や鼻や口や手や足がなぜちゃんとできるのでしょうか。それは一つ一つの細胞がお父さんとお母さんからもらったお手紙を持っているからです。そのお手紙は細胞の核の中に遺伝子という形で入っています。これを DNA と呼んでいます。ところがこの遺伝子は放射線という目に見えない小さな弾丸に当たると壊れやすいのです。放射線に当たったお手紙はところどころが破けてしまい、読めなくなってしまいます。お手紙を読めなくなった細胞は正しく働けなくなってしまいます。体の細胞が正しく働けなくなると人は病気になります。先生、私のこの病気の原因は何ですか？治りますか？残念ながら放射線による病気は原因も治療法もまだよく分かっていないのです。放射線を出す恐ろしい物質は原子力発電所から毎日出ています。どうしたらよいかみんなで考えましょう。おしまい。このちょっと変わったあの服装はですね、私に紙芝居を作れ作れとこう尻を叩いたおばさんが、紙芝居をやるときは必ず着なさいと言って作ってくれました。頭巾も含めてですけど、でここで脱ぎます。まあこれが私の話の核心なんで、これ書いちゃってもいいですけど、まあそうもいかないんでちょっと話を続けさせていただきます。この紙芝居はですね、いつ作ったと思われますか？実はですね、2011年の3月5日に千葉県の鎌ケ谷市というところの、ですね、お母さんなんかの、その読み聞かせ の、 訓練のサークル、ここで3月5日に初めて上演したんです。でその6日後に事故が起きてしまったんですね。ですから最後の結びのところがどうしたらいいかみんなで考えましょうなんてですね、のんきなセリフになっているのはそういうことなんですね。ですからもし事故が起きた後作っていたら、ああいうセリフにはならなかったと思っております。それでなんで
この監視場合は毎回私あの講演の時にやるかっていうとですね、実はあの3月いやあの11年の3月11日の1ヶ月後ですかね、4月にあの静岡県 の, あの静岡駅のそばで講演やったんですね。まだ事故があってから時間経ってなかったんですけど、そこでこの紙芝居ですね、まあ、手書きの紙芝居ですね、紙の上に 手で書いたやつ、これをあのやってですね、それで終わって後片付けして帰ろうと思ったら、後片付けをしていたあのスタッフの女性の方がですね、あのポロッと言うんですよね、お話より紙芝居の方が分かりやすかったですねって言うんですよ。あれと思ってですね、なんだこれはと思ったんですけど、まあそういうことで、あの毎回紙芝居をやるようになっております。あのまあそれでですね、あのちょっと手元の資料、あのの真ん中辺にですね、 A4 であのいわゆるワープロで1ページあると思います。これが私のまあいつも使ってるレジュメなんですけど、あの非常に長いのが自己紹介ですね。で半分ぐらいが自己紹介で、それで2番目3番目が短いです。でなぜかっていうとですね、あの私はあの原子力産業に入社したのが1967年、そして35年間あの会社で勤めしまして、定年退職して、で今あの3.11の事故を迎えて原発どうするかということになっているわけですけれども、私がその原子力産業にあの入社した時はまだあの敦賀の1号ですね、あのBWR の1号機である敦賀は建設の途上、それから福島の事故を起こした1号機がまだあの建物の基礎をやっているような、そういうところです。ですから BWR は一機も動いてない、そういう状況。そして、私はもう定年退職して13年ですかになりますけれども、つまりBWR の誕生から、BWR の五輪中までちょうど私の人生とちょうど重なっているものですから、私の自己紹介をすると、あの原発の、あのゆりかごから酒場までをちょうど話すことになるんで、あの、まあ、そこのところをいつも話してるんですけど、今日は30分ということなんで、ここは省略させていただきます。ただ後で読んでくださいというのは、どんな話をしてもですね、どこの馬の骨がかわからない人間がいいこと言ったって信用されませんから、ですからここの自己紹介のところは大事なんで、後であの読んでください。で、あの本題の方に移りますけれども、2番目の、原発の危険性と安全性ということです。これがやっぱりあの私も皆さんも一番あの関心のあるところだと思います。それで、先ほどの紙芝居にもありましたように、危険性の核心はやっぱり放射能だと思うんですね。同じように事故が起きても他の産業でしたらこんなに問題にはならないと思うんですね。やっぱりあの徹底的な違いは、原発では放射能が作られ、それが存在するという、そこがやっぱり徹底的な違いだと思います。でちょっと そのことはあの紙芝居で言いましたから、次にですね、原発のそのシステムについてちょっと、あ、これはあの上空から撮った東京電力柏崎刈羽原発の、航空写真ですね。まあ、大体これは
大体分かると思いますけど、これが原子炉建屋、1号機の原子炉建屋、これがタービン建屋、それでこれが海水ポンプの、まあ、要するに1号機がこういうワンセットで、ね、2号機がこう、3号機、まあ、こんなもんです。次を見ます。これを見ていただきたかったんですけど、これは福島で事故を起こしました80万キロワットクラス の BWR の、 システムを表すフローシートです。でこれは1973年に私が雑誌に、寄稿したユンの挿絵に使ったやつですね。ですからその頃ちょうど2号機、福島の2号機が建設中の頃でした。で、この真ん中からですね、右側がタービン系ですね。それから左側が原子炉系です。で、これが原子炉で、ここからここで核分裂によって、ね、発生した熱で水を蒸気にしてタービンに送ると、こういう話です。どうでしょうか。この図を見てですね、複雑だと。思わない人います？簡単だってあ、いませんね。やっぱり複雑ですね。ところがですね、実際の原発はこの図にも書かれてないシステムがもういっぱいあります。っていうのはこれは主に私が原発の中でどんなポンプが使われてるかということをポンプ業界の人たちに説明するために作った図なんですよ。ですからそういう意味で非常に限られた情報がしか入っていません。例えば電気のケーブル、電気のケーブルっていうのがいっぱいありますね。動力ケーブルとか制御の信号のケーブルとか、いろいろなパラメータを中央制御室にするその信号ケーブルですね。そういうものが一切省かれてますし、それから大事な空調設備も省かれてます。それでこれは建設の頃ですから、その後追加になった今話題になってますけど、ベッドフィルターなんていうのはこれに載ってません。それから、後からやはり追加された格納容器の中の発生した水素をですね、また水に戻す、いわゆる採血合気、こういうものもこれに入ってません。そういうようにこれは初期の頃の BWR のこのダイアグラムで、これで私が担当してたのはこの原子炉の周りのポンプをGE の設計資料書に基づいて、それを日本語に訳してそしてポンプメーカーに渡してポンプを作ってもらってこの現場へと送るという、そういうことで小長ですと1号機、2号機の安全系のポンプは私が担当しました。で、私がこれで言いたいのはですね、私は専門家だとかなんとか言われますけど、実際に原発のことで分かってるのは本当に一部、電気システムとか計測システムとか制御システムとか、そういうことについては私もど素人です。ですからほとんど全体のことは分かっていません。でそういう自分の35年間も携わっていながら、ほんの少しか知ってないという私の体験から、原発の全てのシステム、全ての機器の細かいところまでですね、全貌を理解できている、技術者を世界探してもですね、一人もいない。全体分かっている技術者は一人もいないというふうに確信を持っています。で、これは複雑さのことです。で、複雑なのは原発だけじゃないんですね。例えば航空機も相当複雑なシステム。いつか名古屋でなんか着陸に失敗して大勢犠牲になった自動制御システムを機長が理解してませんでしたね。そういうように機長って言ったら飛行機で一番飛行機のことを分かって、いるはずの人ですらそうです。まあ、で原発の場合ですとですね、
いわゆる当直長という方が一番分かっているということになっているわけです。しかし彼らは確かにいろんなトレーニングを受けて運転の操作については分かっているんでしょうけれども、機械のそれぞれの弱点ですね、どういうところに弱点があるかっていう細かいところまでは分かっていません。それからやっぱり非常に複雑なシステムですね、全体として。ですからもういろんなマニュアルができているわけです。マニュアルがなかったら運転できません。もうキングファイルにですね、閉じられたマニュアルが、そうですね、壁で何メートルですかね、5段階ぐらいの本棚がずっと壁に並んでて、それびっしりあれ、マニュアルが並んでます。それをやっぱり読んで理解して、そしてあとBWR トレーニングセンターっていうのが大熊町、それからあと柏崎にあります。そこでいわゆるシミュレーターを使った実際の操作の実技訓練ですね、そういうのをやってやっと運転できるんです。じゃあマニュアルに書いてない事態が起きたらどうなるんでしょうか。誰も対応できないんですよね。もうそこで図面を眺めてマニュアルに書いてないことにどう対応しようかと考えていたら間に合いません。実際にそれが起きたのが福島の事故の時だと思います。それでじゃあ安全性っていうことにちょっと移りたいと思いますけど、ここの3行目に書いてありますけど、この安全の意味ですね。皆さんはこうして集まって、くださったのは、女川の原発が安全なのかどうなのか、再稼働しても安全なのかどうなのか、こういうことに関心がお持ちでいらっしゃったんだと思うんです。ところがですね、その政府が考えている安全と電力会社が考えている安全、それから住民の皆さんの考えている安全、それから 県とかあれですね、自治行政の考えている安全、みんな立場で違うんですね。それからもちろんメーカー、プラントメーカー、原発メーカーで、2013年の1月に、その前の年に生まれたその原子力規制委員会が新しい規制基準、新規制基準をのドラフトをですね、原稿といいますか、下書きというか、そういうものを作って、パブリックコメントを募集しました。で、その時にですね、私はコメントつけたんですよね。過酷事故、シビアアクシデントを許すような内容になっているから、これはもうやめろと。要するに、審査はシビアアクシデントを起こすようなものは合格にしないような、もっとちゃんとした基準にしろっていうコメントをつけたんですが、何の返事もなく、その原稿のまま基準になってしまいまして、7月にですね。つまり、それまでは公にはですね、シビアアクシデントが起きてもいいっていうような基準ではなかったんですね。2006年の時の基準、その前の基準ですと、要するに設計の地震度、基準地震度を超えるような地震が来て、毎日その周辺に放射能が放出されるような時はどういう影響があるか、電力会社はちゃんと定量的に検討して、速やかに
報告しろっていう、そういう正しがけついてただけ。スビアアクセントを許すなんて書いてない。ところが、今度の2013年の基準はですよ、対策すればシビアアクセデントを起こしてもいいっていうふうになっちゃったわけですよ。例えばベッドミンターだとか、電源を強化すればいいとか。ですから、新しい基準はですね、ものすごく後退したんです、公に。シビアアクセデントを認めちゃったんです、公に。これはひどい変更ですと私は思っています。他の方はどう思ってるか分かりませんが、それでですね、あと5分なんで求めなきゃいけないんですけど、それで女川原発のことですけど、この2011年 3.11 の大地震と大津波、これで確かに被災したわけですね。それで今いろいろなその事故対策の新しい設備の工事が進んでます。私もこの間、篠原さんたちと一緒に見学させてもらいました。確かに大掛かりないろんな設備が追加になってます。防潮堤とか、それから非常用電源設備とか、淡水 の, 貯水槽ですね、1万トンの貯水槽とか、そういうのが入ってるんですけど、今工事中になってるんですよね。で、それで、まあ、同じ主力発電所 の PR 館で説明聞くと、なるほど、これだったら大丈夫かなっていうような気がちょっとちらっとするような上手な説明がされてるんです。ただですね、さっき言いましたようにですね、どうも電力会社さんの考えている安全という意味は、設備安全、つまりハードウェアがそういう天災にあっても壊れないと、あるいは水浸しにならないようにハードウェアが被害を受けないということが、なんか安全の中身のように受け取れるんですね。それで本当に、住民の皆さんが期待している安全というのは何なのか、それが実ははっきりと確認されてないんですよ、電力会社および、政府、例えば原子力規制委員会というその責任があると思われるその組織ではですね、そこをはっきりとこういうことを住民の皆さんの安全はこういうことでこれを守りますというですね、はっきりした表明がなされてないんですね。ですからなんとなく状況的に安全対策をやっているように見える雰囲気、これに流されないようにする必要があると思います。一体政府や電力会社がやろうとしているのは、住民の求めている安全を本当に実現しようとしているのかどうか、ここを確認する必要があると思いますね。残念ながら私が原子力規制委員会のお役人さんに聞いても、東京ですと東京電力 の, その安全担当に聞いてもですね、はっきり言いません、答えません。例えばお役人さんはですね、原発の安全性を守るのは第一義的には電力会社だというふうに言って逃げます。電力会社の方はどう言って逃げるかというと、私たちは一定の水準は決めません、安全のために一定の水準は決めませんという、これは東北電力さんではありません。なんていうかというと、我々はもっとより
安全を目指す努力をしますということです。だから最低限何を実現するかということは決して言わないです。ですから、このままいくと本当に皆さんが求めている安全が実現できるかどうか、今のその政府や自分会社の態度を見てるとわからないんですよ。それでまあシステムも複雑だし、それから安全のという中身もよくわからないし、ここのところはですね、皆さんが求めている安全とはどういう中身なのかということを ISF とか電力会社に聞くのではなくて、自分たちではっきりと中身をですね固めるということが必要です。そしてそれを突きつける、自分たちでこう考え出した安全というそのことの中身をね、はっきりと自分たちで作り出して、それを突きつけて、それを満たさなければ再稼働は認めないというふうに持っていくべきではないかと思います。何しろ原子力規制委員会の田中委員長自身がですね、審査して、基準を満たすとことが確認されても安全は保障できないって正直に言ってるわけですから、ですからそういう基準は頼りにならないわけですから、むしろ満たさなきゃならない基準は皆さんが逆に具体的にいろんなその希望する中身を集めてですね、はっきりさせた方が私はいいんじゃないかと、そういうふうに思います。それからあとはいろいろ被災したあれですね、女川原発のどこにその後遺症が残ってるか、この辺はですね、柏崎の中越地震を受けた後の柏崎の再起動の時にですね、大変問題になりまして、でそれもうやむやのうちに再稼働されてしまいました。でこの辺の材料的なその、要するに後遺症、この辺は井野さんが非常にお得意の分野でありますので、この後お話が出るんじゃないかと思います。そんなことでちょうど30分になりました。終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてでは、井野美さんの方からお話をいただこうと思います。では、井野さんどうぞよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私の話は今日の後藤さんとか小倉さんの話もと多少重なるところがあるかもしれませんけれども、女川原発を含めて、今全国で、再稼働の問題になっている原発、それらにおいて、共通する課題といいますか、そういうことについて、どこがどういうふうな問題なのかということを お話しさせていただきたいと思います。で、最後に小倉さんがおっしゃった安全性とは何かということについても、若干補足的なことがお話しできるかと思います。よろしくお願いします。話の順序としては一応こういうふうにですね、原子力発電は異次元の技術なんだという話、それから技術はどう実現されるのか、再稼働をめぐる状況、運転差し止め裁判の争点、誰も安全に責任を負たない、安全性をめぐる専門家の役割、こういうことでお話をしていただきます。特に運転差し止め裁判のことについて少し時間を取らせていただきたいと思います。
そこに技術の中身の話がありますので、まず、異次元の技術という、まあ、異次元という言葉は何ですか、異次元の金融緩和とか言って今、やっておりますが、まあ、原子力発電こそまさに異次元という言葉にふさわしい技術ではないかと思います。と言いますのは、まず原理がですね、原子力発電というのは核分裂を使うということですね。普通の火力発電は、まあ、化学反応で燃やすというのが違う。でその出てくるエネルギーというのはですね、普通の化学反応です、あるいは可視光光ですね、光の場合は、まあ、エレクトロンボルトという単位、ちょっとこれは分かりにくいかもしれませんが、まあ、1のもの、それに対してですね、放射線のエネルギーはメガエレクトロンボルト、まあ100万倍ですね、100万倍ぐらい強いそのエネルギーをそれぞれ持っているんですね。そういうことがまず基本にありまして、その結果、その非常に制御が難しいということですね。失敗すれば核暴走になる、チェルノブイリ事故のようなことになる。それから特に私が強調したいのは、この核反応が止まらないということですね。これは放射崩壊です。でその崩壊熱というのはですね、まあ、これは放射能が出す熱ですね。でそれこれはですね、冷却の継続が不可欠なで、失敗すれば炉心溶融が起こして福島原発ということが水丸事故を起こすということです。で、被害が巨大であって、この放射能の崩壊熱がずっと続くものは、数千年もまあ続くということで、放射能廃棄物が残るということですね。で、日常医学、まあ、こういうことになります。まあ、これを一言で言えば、小倉さんのさっきの最初の話にありました、要するに放射能が出る、このことなんですね。そのために、こういう異次元の技術だということになってしまいます。で、で異次元の技術なんですが、一方で、そのパーツといいますか、それはその普通の技術なんですね。土木建設、機械、電気工学、私の専門の材料工学、こういう一般の技術を基礎として、その上に原子核工学が加わっている。まあ、例えば圧力容器というのは、まあ、湯沸かし器ですし、ボイラーですし、そういうことで、で、まあ、この異次元のところに普通のものをつけるので非常に危険な技術になってしまう。そのために非常に安全装置がいろいろある。こういうのはまさにミスマッチの結果としてこういうことをせざるを得ない。でこのミスマッチが危険の根源だろうというふうに思います。で、例えばその金属材料ですけども、圧力容器はまあその普通の鉄ですね。これはまあ中性子標所データということで、劣化していくの問題になるんですが、それから配管ですね、これはステンレス鋼あるいは低減鋼金鋼、これもごく身近にあるものですね。ステンレス鋼、これは流しに使われるものとかフォークとかナイフとか、その材質にちょっと工夫して炭素を減らして、そういう程度のものが使われていて、まあ、普通のものが使われているのが原発だということです。で、先ほど小倉さんから非常に複雑なシステムとありましたけれども、非常に複雑化した巨大なシステムです。でそれをその、ですね、例えばどれぐらいの物量があるのかというと、これは原子力学会の資料から出たんですが、例えばさっき小倉さんがおっしゃったポンプは360台大体平均ある。それから、まあ、配管モーターが3万台、それから配管が、これはですね170km、170メーターじゃないですよ、170キロメーターですから。それで、さらにですね、ケーブルの長さですね、これは1700キロメーターです。こんだけのものが一つの原発の中にはあると。ですからこういうものが老朽化していったり、もう管理非常に大変なわけですね。まあ、そういうものが原子力発電所だということです。で次にその、じゃあ少し一般的にですね、技術というものはどういうふうに実現されるのかということを考えてみたいと思うんですけれども、技術の満たすべき要件というのはですね、まあ、機能性、
性能ですね、それから経済性、コスト、それから安全性、で環境適応性、まあ、こういうことが目指さなきゃいけないということで、技術が作られます。で、で技術は客観的法則性に基づいて行われるが、事業者の目的に沿って具体化される。客観的法則性ってちょっと分かりにくい言葉かもしれませんが、要するに物理の法則であるとか、あるいはいろんな法則ですね、そういうものに反した技術は作れないという意味で、技術はまあその共通性というか客観性があるということは確かなんですけれども、それはどう実現されるかというのは事業者の目的に沿って、つまりこういういろんな要件のうち何を重視するかはですね、技術者を含む事業主体が判断する。これが技術ですね。で、そうしますとですね、まあ、原発の設計に関わるその、まあ、基本的な、外部の基本的問題として、私は技術は価値中立ではないというふうに思います。価値中立ということは、こういうことですね。科学や技術というのは中立だから、使い方によって良くも悪くもなる、諸刃の剣だと。これは俗説です。そうではないということですね。技術は作る立場の人の意図を反映して実現される。なので、作る立場の価値基準で評価されます。で、工学というのは作るための学問。で、市民というのはその技術を受ける立場、作られる立場ですね。だその人たちの価値判断基準は違うだろうというふうに思います。それからもう一つの問題はですね、技術には不確実性があるということですね。で、その技術は全て分かった上で作られるわけではない。まあ、認識の不確実さがある。安全、例えば地震の大きさの上限はというのは分からない。だけども、発電所は作られる。で、そうするとですね、安全かどうかのグレーゾーン、灰色ですね、白か黒かでなくて、灰色だということが起こる。文系の人は白か黒かで考えるんだけど、理系の人は白、黒、灰色とこう3つにあるような少し違うんだって話を誰かが言ってましたけど、確かにそういうそのグレーっていうことがあるっていうことですね。で、例えばですね、設備の施工やが万全かどうか、材料に目に見えない欠陥や歪みがないかどうか、それは完全には検査できないんですね。それで、その地震で被災した原発の健全性評価、これは2007年の中越沖地震で被災した柏崎刈羽原発ですね、その例なんですが、その地震によって設備に永久歪み、組成変形が残っていないかどうかということが問題に、次に再稼働しようという時に問題になりました。まあ、それで設備健全性評価ということをやったわけですが、この評価というのはどういうことかというと、地震応答解析に設備点検、この両方をやる。で、地震応答解析というのはですね、まあ、あるモデルを作って、実際に原発は揺らせませんから、モデルを作ってコンピューターの中で揺らして、それが十分耐えられるかどうかという、そういう計算をするわけですが、まあ、計算に過ぎないので、やっぱりその設備点検ということをしなきゃいけないということで、この両方をやることになっています。で、でその設備点検というのはひび割れであるとか組成変形の有無を調査をするわけですが、でひび割れはですね、まあ、超音波検査などで見つけやすいんですけれども、その組成変形というのは非常に検出が困難です。で、その結果ですね、この問題があったにもかかわらずですね、柏崎刈羽原発ではですね、グレーなまま運転が再開されてしまった。で、7基のうちですね、まあ、被害の大きかった2、3、4号機はですね、8号機の今も止まったままということになっているわけです。それで、女川原発の場合、私は詳しくはその中身は知らないのですが、
まず福島の女川の揺れは福島が非常に大きかったと、先ほど高橋さんからいろんな話がありましたが、地震の、後遺症についてはその設備類がいやひび割れがあったないかどうか、その設備健全性評価が必要なんですが、これについては当然やってると思うんですね、地震元解析とかですね、人権をですね。だけどもまだこれはきちんとは公には報告されていないというふうに私は思っています。でこういうことをちゃんとやる、そういうようなことをですね、県の安全性検討会はですね、その規制庁の審査を待つことなく、検討を開始すべきではないかというふうに思っております。で、この話はちょっと上の話と関係あるかどうかわかんないんですが、この間資料をちょっと見てみましたらですね、2号機で設備点検記録の不備が4188件あったということを東京電力が発表していて、で1号機、3号機は1桁少ないので、なぜ2号機がこうなのかちょっと疑問に思っているんですが、これは私の疑問という程度のことです。さて次にですね、ちょっと簡単に再稼働をめぐる状況ということのお話をさせていただきます。でまずその2013年7月に新規制基準が制定されました。で直後に PWR の11機が審査の申請をした。でその後女川原発2号機など PWR の9機が申請しました。それからさらに今年になってその古い原発ですね、この3機が寿命延長の申請をして、現在24機の申請が出ています。でそのうち仙台原発1、2号機については、今年の9月と10月に再開をされてしまったんですね。で3、4号機についてはですね、後で述べますけれども、福井地裁で差し止めの仮処分決定が出て、異議審議が進行中である。で新潟原発については、知事が同意したというような状況ですが、まだどうなるか、こういう状況なんですけれども、それからもう一つですね、老朽化原発は廃炉に向かうのか、で今年の3月にですね、この5つの原発の廃炉が決まりました。私が使用者税か私の専門に近い問題で圧力容器がどんどん脆くなるということでひどい漏れで脆さになっていた原発1号機が、廃炉にということになったので、少し安心したんですけれども、同じくらいひどい高浜1号機がですね、60年までの延長を申請されています。そんなことで、廃炉にされるものもあったけども、今後古い原発がさらに伸びるという危険があります。特にこういう高浜1号などが許してしまってはですね、もうすべてズルズルにいってしまうんじゃないかという心配をしているわけです。でその2030年というのは、自民党政府がエネルギー基本計画で、この年までに 22% 原子力発電という人を言っているんですが、そこまでにはですね、25機がもうここで、自分来てしまうので、相当運転延長するつもりだと、しなければ実現できない、そういう数字を出したという。非常に、懸念しているところなんですが、それで、その沸騰水型の9基の審査状況ですけれども、この9基なんですが、女川にも言っておりますけれども、で、テーマごとに審査会を開いて、横並びで審査してたんですが、潮崎刈羽原発を先行審査するということですになったんですが、他の原発がもう審査が止まっているわけではないということですね。でそのテーマとしては、こういういろんなことがテーマごとに会合を、それから、こういう特殊施設、特別重大事故等対処施設のことをこういうわけですが、特殊施設と僕はそのうな重の特徴みたいなのを覚え出したんですけど、その特殊施設
まあ、こういう第二制御所とかこういうものはですね、これは5年猶予ということをその決めてたんですが、その規定をですね、その新規制基準制定時じゃなくて、工事認可からさらに5年猶予するという非常にですね、まあ、ひどい、今の規制委員会が本当に信頼できないということを思いました。これは自分で決めた基準をですね、自分でもう事業者寄りにですね、変えてしまうんですから、まあ、こういうことをやるとですね、もちろん我々の信頼は落ちますし、事業者からもですね、軽く見られるんですかね、そういうことになるんじゃないかと思ってですね、まあ、パブコメをするそうですけど、今までのパブコメが非常に厳しいなので、非常に心配しております。それから裁判の争点ということなんですけれども、この大井原発の3、4号機が差し止めで、本訴で差し止めになりました。それからですね、仮処分というのが出てですね、福井地裁で、これは止めろという仮処分が出ました。まあ、鹿児島地裁は差し止め、却下されています。でまあ、仮処分というのは、なんか仮免というと本免許よりも軽いようですけど、裁判の場合は、本訴では原発の運転は止まらないですね。最高裁に行くまで争いながら、動かしながら争うことができる。でも仮処分というのは、その時点で止まってしまうということで、非常に重い決定なんですね。でそれが、まあ、その裁判でということで、これが止まったんです。で、その中身、これはその技術の問題に非常に関係しますので、少し詳しく説明したいんですけれども、まあ、大井判決、ポイントは3つあると思うんですけれども、1つはですね、人格権に基づいて止めたという、これは具体的権が万が一にもあれば差し止めできるんだという、こういうことを言ったということは、まあ、画期的なことではないかと。それからその地震の大きさっていうのは、こんなに今の基準地震度では不十分なんだということを言った。それから今の原発の設計がおかしいんだと、こういうことを言った。で、まあ、こちらは私の専門ではありませんので、今日はこの話に出させていただきますけれども、それで、ですね、今その、これは、異議審。関西電力が異議申し立てて、ですね、維新が進行していて、まあ、この8日の新人というんですか、そこで、安全要領についてですね、お父さんと私が福井地裁で陳述したんですが、次の13日で審査が終了してですね、決定は年内に決定が出るんじゃないかというふうに思っておりますけれども、でこの安全要領のことについて、ちょうどお話しさせていただきたい。でこの裁判の争点は、一つは基準地震度は適切かということと、原発には安全要領があるのかという、この2つが争点になっているわけです。で、その設計思想への疑問というのはどういうことかというと、今の原発の設計はですね、外部電源や主給水ポンプは基準地震度で壊れても良いということを前提としている。これはその設計の欠陥だというふうに、大井福井地裁では判決したんですね。で、それはそれに対して関西電力、あるいはどの 原発もそうですけれども、安全上重要な設備というのを限定して、それらを耐震 S クラスで設計すると、そうすればそれ以外の設備が壊れてもですね、止める、冷やす、閉じ込めるができるので安全上問題ないというですね。まあ、それが本当なら福島原発事故は起こらなかったことなんですが、こういうそのこれはそのおかしいというですね。先ほどありましたように、女川でもですね、非常に外部電源の脆弱性ということが、説明いただきました。で、どういうことかというとですね、まず外部電源、それで安全上重要な設備というのはどういうことかといいますと、まあ、これは、PWR なんですけれども、核
格納容器があって、蒸気圧線機があって、北欧とですね、この先にさっき の, タービンとかですね、こういうものがあって、ここに水蒸気ポンプがあって、ここで水蒸気を送りますけどですね。で、これによってその熱を、この熱交換して、この蒸気をこちらに送って、発電しているわけですが、緊急時はここを全部切り離してあるんですね。切り離して、小さな設備をつけます。ここで、この先にですね、非常用の、ディーゼル発電機、まあ、それ小さいものです。というのは、普通はフルパワーの100万キロワットですと300キロワットの熱を冷却してタービンに送らなきゃいけないんですが、止まった後は崩壊熱が残るんですけども、まあ、その数パーセントなので、10分の1以下の小さいですね。でそういうちっちゃい設備を作って、これを耐震にしてですね、やるということで、こっちは壊れてもいいんですよというのが、設計なわけです。で、それで本当にシンガポールでいいんですかということなんですけど、でなぜ、すべての設備をですね、耐震のエストレスにすればですね、もっと安全性が高まるわけですね。外部電源がちゃんと来てればですね、相当福島だけ大丈夫だったと思いますね。そういうことをしないのはなぜかというわけです。それはですね、まあ、蓄水ポンプ、これもですね、耐震クラスにするということはですね、蒸気タービンとかですね、全部設備内の敷地全体をエスクラスにしなきゃいけないということにこうつながってるわけですね。それから外部電源を耐震性を出すということはですね、その変電所だとか鉄塔とかですね、その元になった火力発電所ですね、こういうものをすべて、耐震 S クラスにしなきゃいけないということを意味するわけです。まあ、私は、火力発電所を近くにつけて、鉄塔もですね、きちんとやって、やればですね、できないことはないと思うんですけども、そんなことはできないと。で、そんなバランスの悪いことはやらないのが原発の設計だと、こういうわけですね。で、合理的に達成できる範囲での安全対策をやる。これをアララ原則。アララって聞いたときに、私も本当にアララと思ったんですが、これはAs low as reasonably achieved という訳ですね。リーズナブルに合理的に達成できる範囲での、なるべく少なく大丈夫、こういうことなんです。で、まあ、これが一般の技術の場合にいいかどうかということももちろんあるんですけれども、原子力発電においてはですね、つまり安全というのは絶対ではないんですね。他との関連で、達成できる。で、外部電源がそんなに脆弱でいいのかって話で、私はストレステストの意見調書、怖いの意見調書からいいと思うんですが、そういう趣旨のことを、まあ、その会話で言ったらですね、まあ、そんな原発の設計を知らない素人がという感じのですね、レスポンスが原子の専門家からありました。しかし、まあ、そういうことをですね、同じことを、まあ、この判決は言ったんですね。で、そんなバランスの悪いことをそれでもやるべきだというのが大石差し止め判決の思想ではない。これは、作る立場から生まれない発想、原子力技術者から生まれない発想です。後藤さんからもこんなこと言っていいのかと最初は言われましたけども、まあそういうことですね。でもこれはまさにですね、被害を受ける市民の立場を考慮した思想ではなかったかというふうに私はこの判決を評価しています。それからその原発には安全要因があるかというです、ね、でこれは重要な安全重要な設備のみを守るという設計で良いと、原発にはその安全要因があるんだとですね。でこれは中越沖地震 で, ですね、柏崎刈羽原発が被災した時にどう受け止めるかと
我々はですね、これは自然からの警告であるということでですね、もうこれは閉鎖をすべきだということで、閉鎖を訴え、関係者の会というのを2007年から始めていたわけですが、推進派はどう受け取ったのか。こちらで彼ら原発もですね、心臓部は壊れなかった。で、原子炉は大丈夫だ。で、原発の設備設計ですね、これは安全余裕があったからだと、大丈夫に至らないということですね。皆さん少し変えられて、3分で。で関西電力をどういうこと言ってるかというと、その安全余裕がいろいろあると。で、まずその機能喪失する限界、に対してその許容値っていうのを非常に下げていると、まあ、こういうことでですね、まず安全余裕があるんだという。だけどもですね、これは、実は原発にはですね、技術的なさまざまな不確実性があるのでですね、設備が例えば少し劣化するとか、材料に品質があるとかですね、そういうものを含めてこれが3分の1くらい取るわけですが、それからさらにですね、計算するともうその値より小さくなる、それから計算条件も余裕があると、こういうことを言ってるわけですが、少し急ぎますと、で、この、さっきのですね、まあ、ここで設備が壊れるんですが、実際の設計はこの辺であるということですね。つまり材料が、こう伸びて、そのぐっと伸びちゃう、その報復を起こす弾性限界の範囲でやるというのが設計になっているわけなんですが、ところがですね、実はその基準地震動というのは大きな地震が来たときとかですね、その不正変形を許す許容値を設定しているんですね。つまりこういうところじゃなくてですね、もっと上に設定しています。で、こういうところが許容値だと言っているんです。つまりもう変形して、ずるずるそういう領域に材料が入っている、こういう場合がその許容値なんです。ここまでやっていいんだという設計をやるわけですね。で、そのことをあの文章に書いてあるわけですけれども、組成変形する場合でもですね、過大な変形、亀裂、損傷が生じて施設の機能に影響を及ぼすことがないこと、こういうのはそのことを言います。つまりそのこういう基準地震動のような発生頻度が低い場合は緩い制限で済ますということを主張しているわけですね。で、でまあ、この少しこの辺をまとめますと、安全余裕、これは必要不可欠な安全指標だということ、それから実際発生応力が下だと言ってますけども、本当にそうなのか、国さんのいろんな不確定があるんじゃないかということですね。で、それからさらにですね、そのこういう概念に当てはまらない施工や保守管理の不備というのが起こる、こういうことでですね、さまざまなトラブルが現実にあるんですね。とりあえずもうちょっと整理しますけど、誰も安全に責任を取らない。まあこれあんまり言いたくないですけども、こういうことをして、まあ、おっしゃらないな。あ、はい。規制委員会に求められる安全性が確認された原発は、尊重して再稼働を進めました。だけども適合性を審査だけで安全だということは申し上げないと言ってますね。で、100% 安全ということはこれまで一度も言ったことはないというようですね。で、 100% でなければどれだけのパーセントなのかなんですが、でですね、事故は本当に滅多に起こらないのか、それ事故前のですね、原発は絶対に事故を起こすことがないと宣伝した。で、各地に原発を建設した。しかし事故後はですね、技術に絶対安全はない。
これは私も正しいと思います。事故が滅多に起こらないよう安全対策に万全を期して、じゃあ事故が滅多に起こらないというのはどの程度の確率かというものですけれども、これは安全目標というのがあって、損傷速度はこうこうこうだと言われるんですが、ただこれはですね、こういう計算をちゃんとできない。今一生懸命 PSPRA やってるんですが、で現在はその安全目標を規定基準に盛り込めなかったですね。で本当にこんなにそのですね、100万ロネンの期間という宣言をされてるんですけども、本当にそうなのか。計算当てにならないから実際にどれぐらい事故が起きたかということで考えてみようということですと、今までですね、運転総時間は1万6千ロネンです。1万6千ロネンということは、炉の数に年数ですね。だから10機で10年運転すれば100ロネンということになりますが、まあ、その1万6千ロネン運転しています。その間にですね、大きな3つの大きい事故で5機の原発が事故を起こしました。そうすると1万6千方向で割ると3200ロネンという数が出てきます。ここに1回事故が起こったということになります。現在世界中で430基の原発が運転されていますので、3200を430で割ると約8という数になります。つまり8年の間にまた大事故が起こってもおかしくない、というほどのですね、事故確率が今まで起きてきたということですね。で、その専門家の役割なんですけれども、まあ、その専門家が考える安全性と市民が求める安全性とは違うと。で、専門家の考える安全性とはですね、極論すればですけれども、原発が存在でき運転できるという条件での安全性、そういう条件下で、規制委員会は安全審査をしている。で、市民が求める安全性というのは、具体的危険性が万が一にもあってはならないという無条件の安全性ではないかというふうに思います。で、その専門家というのはですね、でじゃあ再稼働の是非というのは誰が判断すべきか、まあ、市民社会が判断すべき、そういうその抗議の協議の場を作るべきだ。でその際専門家はですね、安全に関わる客観的な事実を市民に示し、それをどう考えるかの判断は市民がする、それがまあ基本ではないかと。で、専門家はですね、立場に左右されて事実を埋めたり隠してはならない。これは推進の人たちに私は強く言いたいんですが、我々自身もこのことは違いないというふうに思っています。で、その企業や自分の存続から自由でなければいけない。で、その上で、まあ、そうしますと、客観的な立場に立たなきゃいけない。しかしそういうこととですね、市民の立場に立つということと、弱い人間の立場に立つと考えることは、まあ、矛盾しないと私は考えていて、まあ、この原田正文先生は、医者が中立的であるということはどういうことかというと、患者の立場に立つことだと、力のない医学者に寄り添うことという名言を持されております。まあ、我々も、そういう考えでですね、科学者、技術者のそういう真っ当な認識、それをきちんと伝える、その時に自分の立場としてはやはりその、市民の人たちがどう考えるのか、そういうことに立って、伝えていきたいというふうに思っています。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。実は時間設定15分超過してしまって申し訳ない状況で、組み立ての設計段階では安全余裕があったはずなんですけど、ちょっとずつですね、時間が延びて今に至っております。一旦ここで休憩を取っていただいて、またディスカッションの時間で調整させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。では司会の方に。それでは杉並さんに進行をお願いして、パネルディスカッションを再開します。杉並さん、どうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。いろんな方から、質問をいただいておりまして、また先ほどの時間でお話しいただけなかったこともありますので、その辺も含めてコメントをいただこうと思うんですけども、
最初にですね、宇野さんの方にいくつか、事前の質問を含めてこの会場からもたくさん質問が寄せられていますので、時間が限られているんですが、いくつか宇野さんの方からご紹介、それから回答を聞かせていただけるとありがたいんですが、よろしいでしょうか。その後にですね、後藤さんの方から先ほど少しお話しいただけなかった、新規制基準の問題点のことを改めてちょっと解説していただくことを含めてですね、回答をお願いしようと思っております。では日野さんの方からお願いいたします。で、全体のこのディスカッションの時間を4時には終わるようにと言われておりましてですね、どうしても消化不良が残るかもしれないんですけど、その辺はご参加の皆さんもご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆さんお願いいたします。事前にご質問いただいた方で、加納美希子さんいらっしゃいますか。加納さんっていう方はいらっしゃる。非常に詳しい質問、技術材料のことを質問していただいて、あ、おられますか。はい、そうですか。それでですね、加納さんからはその、ですね、原子炉の圧力容器のがその中性子によってもろくなる照射性化のことについてご質問を受けています。それに関係して今日会場からも村上千鶴子さんからですね、高浜1号が島根、廃炉になって島根と同じ年数なのになぜ延長するんでしょうかっていうことの質問があるんですが、それからひび割れの質問もいただいてるんですが、ちょっとその、私の一番専門の照射成果のことをちょっとお話ししていただくと、高浜1号はですね、さっきもちらちょっと言いましたけども、非常に圧力容器の照射成果が進んでるんですね。だからこれはですね、60年の運転などということは非常に危険なものだというふうに思っています。で、島根は廃炉なのにこれはなぜかっていうのは、なぜかっていうのは私は分からないんですが、一つはその高浜の方が出力が大きいんですね。だから多分そのいろんな手当てをしても経済的にいいんだと。島根はその手当てが大変というようなことがあるんじゃないかと思うんですが、なので結局これもですね、そのコストとのバランスで延長になるかやめるか、あとは、関西電力の姿勢というような問題があると思うんですが、こういうものはおかしいと思います。それでその、照射税化はですね、女川原発はさほどは進んでいないんです。で、それはですね、 BWR というのは圧力容器が大きいので、当たる量が10分の1ぐらいなんですね。それなので、加圧水型は進んでも沸騰水型の方はさほど問題ないということになってるんですが、実はその、敦賀1号とかですね、福島1号などは、少ないにもかかわらず非常な税化がありました。そういうことで、BWR が問題ないというのは、嘘なんですが、それはゆっくり当たると税化がすごく進むんですね。そういうことがあるんですが、幸いといいますか、女川原発については、さほどの危険のレベルにはなってない。ただもちろん本当に大丈夫かということについては問題もあるかと思いますけれども、そういう状況です。それからご質問いただいたもので、その今の新規制基準が世界で最も厳しい基準と言ってますがどうなんですかということなんですが、これは、そんなことはとても言えないということですね。まず地震の起こり方が全然違うので、世界と同じ基準にしても日本だとしてもですね、日本では非常に危ないんだということなので、そういう問題について世界と比べてということはそうまず言えないということ。それからですね、ヨーロッパではですね、
新しい原発については格納容器を二重にするとか、コアキャッチャーをつけるとかですね、いろんな対策が進んでいます。それから、そのテロの話ですね、その対策もヨーロッパではいろいろ進んでいる、アメリカも進んでいるわけです。で、先ほどですね、安全目標として、何万分の1とか100万分の1とかそういう話が出ましたが、あの中のスライドの中にですね、テロなどを除くと書いてあるんですよ。つまりテロは知らないよっていう、だからテロの安全確率なんてわからないんです。で、まあ、特に最近は日本も積極的に、イスラム国とかですね、そういう海外進出、そういう政策を取ってますので、ますますそのテロの危険性は、大きくなっていると言えるんじゃないかと思います。まあ、具体的にはその航空機がどうぶつかるとか、まあ、いろんなことがあると思うんですが、そういう意味でですね、まあ、世界で安全、最も安全なということはとても言えない、というふうに思います。ちょっととりあえずそれぐらいにさせていただいて、はい、ありがとうございました。本当にたくさんご意見いただいて、ちょっとすぐに対応できないこともあってですね、お答えできる範囲でのお答えになってしまうところをご容赦いただければと思います。はい、それから続いてですね、小倉さんからお答えいただこうと思うんですけれども、小中学校向けの副読本の問題、この放射能の影響についてのことでのご質問をいただいています。で、このことはですね、やはり技術的な安全対策ですとか避難のこととか、全ての、まあ、根底にあるのがですね、被爆の影響をどう見るかということで、そこは政府、電力会社と一般市民の私たちの間にですね、やっぱり根源的な食い違いがあるようにも思います。改めてもうずっとこの、立場で、原子力に長く関わられてきた後藤小倉さんの立場からですね、コメントいただければと思いますけど、いかがでしょうか。ご質問の内容はですね、小中学生向けの放射能に関する副読本括弧文科省の問題点と教育現場で実践されている有効な授業資料副読本等の事例があれば教えていただきたいという、ご質問です。それでまず文科省が発行しました副読本はですね、平成24年4月1日ですから、今から 3年と半年以上前ですか、から使われ始めました。ということはですね、事故の1年後ですね、事故の1年後の4月1日から、使い始めたということは、その後かなり前から編集とかやってたわけですね。つまり1年も経たないうちにですね、こういう副読本を使ってるわけです。で、その内容はですね、こういうことです。要するに人間はもともと自然界の放射能と共に生きていた、生きてきた。それで実害よりも風評被害が大きい。それから厚生労働省は健康に差し支えないと考えられる放射性物質の量を決めましたとかいうようなことで、あまり心配しなくてもいいというような内容になっています。そしてもうちょっとうまいこと言うとですね、皮膚についた放射能を洗えば取れるなんてことが書いてあるわけですよ。私が現場で働くときには、一番物に触れる手は40の手袋をしました。綿の手袋の上に薄いゴムの手袋を二重にし、そして軍手をはめるという、そのぐらいしないと。つまり毛穴から入ったその放射性物質は洗っても絶対落ちないんですね。だからね、まあ私の前から見るともうなんかこれはひどい副読本だなと思います。で、これがですね、小学生のための
放射線服毒本が一つ、それから中学生、高校生のための放射線服毒本っていうのが一つ。で、2種類。で、両方とも16ページのあれです。まあ、今ちょっと申し上げた通り、問題だらけです。で、ほとんどチェルノブイリの事故をから何にも学んでない、そういう内容です。それから現在の教育現場で、その放射線についてどういう授業がされているかっていうのは、私は残念ながら学校とあんまり縁がないんで分からないんですけれど、ただ一度ですね、東京、名前言っちゃうとまずいかな、某中学校に呼ばれて全校生徒800人の前でちょっとお話しさせてもらったところがあったんですね。1年生から3年生まで。で、その時に私を呼んでくれた先生に、文科省が出しているこの服毒本配られたでしょう、どうしてますかって聞いたら、その先生の言うのは、あんなものは使ってないっていうような、そういう返事でした。要するに先生も分かる人はもう中身がひどいっていうことは分かってるんですね。ただ全国的にどういうふうに使われているかということは私は残念ながら分かりません。以上です。ありがとうございました。そうしましたら続いて後藤さんからですね、その設計に関わるところ、などについての返事をいただこうと思います。それと後でまたスライドで後藤さんが最後に見せてくださる予定だった新規制基準の問題点のことを解説していただこうと思いますので、まずちょっとコメントいただいてから、あともう一枚スライドを見ていただくということでお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。ご質問もいくつかいただきましてですね、まず最初にですね、安倍さんという方ですかね、方からいただいてまして、その耐震性の問題ですね。耐震技術といいますのは、耐震というのは地震に耐えるというんですね。その意味で建築とか土木系で扱っている制震技術、あるいは免震技術。制震というのは揺れを抑える技術です。免震というのは下で揺らしてですね、かわしてしまうんですけど、そういう技術があります。そういうものを改良すれば、先ほど私が申し上げたタービンの羽であるとか圧力武器の損傷が防ぐとか、そういうことにできるんじゃないかというご質問です。十分期待できるんじゃないかと。それに関しましては、もちろん耐震、制震、免震技術を一部導入することでもありえますし、実際今免震棟でもやってますし、一部でやってるんですね。ただプラント全体はそれができるかというと、それはちょっと別資源でありまして、全くできないとは申しませんけども、非常に、全ての原発を今日本やめて一から作り直せば、それは一つの可能性としてあるというふうに思います。ただそれで確実にできるかどうかちょっと保証の限りないということですね。それと巨大地震の予測は現在の科学技術を使ってすれば予測可能だろうというふうに思いますが、いかがですかというご質問です。私は地震学者ではありませんけれども、科学という目で見たときに、現在の地震、津波ですね、このレベルを見たときに全てが分かるというふうには全く思っておりません。むしろ分かると言ったら嘘だと思います。つまり最大のものができるというその上限がですね、例えばエネルギー的にこの破壊、地殻の破壊がこれ以上起こらないということが証明できればいいですけど、そんな理論値は出ませんから。そうすると今の議論になってますのは、マグネチュードいくつが最大か、9か、いや10があり得るか、そういう議論ですよね。そうするとこの段階で地震を、あるいは津波の最大を予測できるというのは、それは幻想であるというふうに私は思っています。地震学者の全てとも思いませんけど、多くの方がそういうことをおっしゃっている方もいらっしゃる、そういうことだと思います。それと少し27年前に、熊谷さんという方ですけども、東北電力のモニターを依頼されたと、その時の、質問からだということなんですが、原子炉は、東芝、タービンは、日立、特許しているのはそれでいいのかというお話ですね。これ小倉さん、あれですよね、1号機、2号機は東芝ですよね。1号機、2号機は私は東芝、日立で、3号機が、全部東芝ですね、そうですね。3号機が、すみません、1号機、2号機がそうです、東芝で、3号機が原子炉がタービン、原子炉が東芝、タービンが日立、そういう役割。大体一般的にそういう傾向ですね。
場所によりますけど、こうテレコンにすることもあるように、電力会社からはそういうことがあります。それから文字段の質問では断層がをしっかり調べたので大きな事故はないと想定しているかっていう、大きな事故を想定しているのかというようなことの質問があったようですけれども、まあ、それについてはどうかというなんですけど、まあ、断層につきましてはあの今いろんなところで論争してますけど、私の個人的な見解は、あの私は安全学、安全の観点からも見ますので、あの確実であること、安全というのはグレーゾーンで確実であることを求めます。なぜかと言いますと、例えばそのある、まあ、私よくあの回転ドアがありますよね。回転ドアで挟まれたら小型トラック並みの年齢になりますから、子供死にます。確実に、ほぼ確実に。ですけどセンサーをつけて安全を確保するって言いますよね。ですからセンサーが機能しないことになる。じゃあ壊れてたら、いや、あるいは機能してもその後完成度で動いて挟まれる。つまりですね、確実にガード的に確実にそれで分かったもの以外は安全の観点では認めてはいけないんです。これが機械安全の原則なんですね。それは地震とか津波、大変そういうものを考えるときにも、確実に例えば断層というのがグレーゾーンだったら、それはそんなところ作っちゃいけないんですよ。アメリカなんか聞いてると近くに断層が分かったって言われるやめたりしてますよね。日本の場合はヘリクスをこねて、いや、これはね、断層と見えるか、いや、俺はすぐ見えないって、こういう論争を始めるんですよ。そんなバカなことありますか。だってね、それがね、あのどっちがこれを取ったら、そっかそうかだったらいいですよ。超過半とかだったら。ですけど、これはね、もしこれが活断層でなくてしまったと思ったら、経済的な損失があるかもしれないけど、逆だったら大変ですよね。活断層じゃないと思ったら、活断層で震電事故を起こしたら、どうします。その責任はどうなんですか。考えると、安全性の問題は非対称なんです。対称じゃないんです。多数決でやっちゃいけませんし、対称じゃありません。証明の仕方が全く違うということになってますね。それから、あと放射能については大丈夫かというか、これはちょっとですね、私もよくわかるんです。すみません、これちょっと飛ばさせていただいて。あとですね、水蒸気爆発の話がちょっとございまして、水蒸気爆発の起こる化学事故についてちょっとご説明をってますね。ちょっと、スライドを、ね、元の方に戻して。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、炉心が溶けた後なんですけども、炉心が溶けますと圧力容器から突き受けて下に落ちてきます。ここで水がありますと高温の溶融物、溶融デブリとか言いますけども、中身は UO2、 酸化ウランですね、ウランと金属の混ざったものです。制御棒なんかも入っています。それが落ちて水と接触した時にですね、水の中に入った溶融物がバラバラにばらけて、その周囲にですね、水蒸気、蒸気の膜ができます。その膜ができたものが、その状態では爆発しないんですけど、その膜がパチンと切れると、水と溶融物が直接接触して、一気に蒸発するんです。蒸発というのは大体1600倍くらいかかります。理論的には。一気にそれだけ膨張するんです。それが水蒸気爆発です。で、それが起こりうるということですね。福島で起こらなかったのは、実はマークワン型でですね、ここに水がないので、大量の水がないので、大規模な事故は起こらなかっただろうと私は推測しています。ただし、マーク2型、下がプールがあるやつですね。これは起こす可能性がある。ということと、マーク1でもですね、実は水を張っていくことを考えているんですね。今回、女川の審査所の中にあります。そうすると、ここ水が張っていく可能性、そういうことがありますとですね、その時には水蒸気爆発の危険性があります。で、なお、加圧水型時にはもっと積極的に炉心溶融を起こして圧力容器が破損した時にはもう原子炉の冷却を諦めて格納容器の中に水をまいて、それで水を下に溜めると、でプールのところに溶融物を置くことして受け止めると、こういう非常に無謀だと言いますかね、科学的に言うと非常に危険なやり方をやろうとしています。これ原子力規制委員会はそれを認めている節があります。でこれはですね、とんでもないことです。科学という、岩波科学の論文にですね、
高島さんという研究者と私ということで書かせていただいてます。9月号とその後高島さんが11月号にも書かれてますけれども、水蒸気爆発の研究の内容、その発表ですね、それを規制に適用するときの問題点をかなり明確に書いています。でここでご説明するのは一言だけ言いますと、水蒸気爆発の実験の規模がまず100分の1規模、実際の実験やるものと実験の規模が100倍くらい、もっと違う、100倍くらい違うと言って、それと水蒸気爆発なんかは起こりにくいと言って、起こりにくいと言っているのはトリガーと言ってですね、さっき言いましたその水蒸気の膜を壊す刺激ですね、こう圧力かけたりする、そういうものが実際の実機ではないと、実験ではやっぱりそれを使っている、こういう説明なんですね。ところがそれはあんまりの話であって、実際に事故が起こった時にものすごい勢いでね、落ちた時に衝撃起こるし、それから中で小規模な水素爆発が起こっても起こりうるし、いろんなものが壊れて飛んできても起こりえます。そうするとそんなことは起こらないという仮定そのものが、まあ、信じられないことを言ってるんですね。でなんか都合のいいことだけをつまみにして科学的な見解として出してるんです。それが一番私は気になるところであります。そういう意味で水蒸気爆発はこれは原子力の危険性の中の過酷事故が起こった後のですね、県の最たるものの一つです。まあ、水素爆発の話は先ほどしましたように同じ危険がありますけど、言っております。今何科学何年度ですか、何年度の9月ですか、はい、もう一回、ごめんなさい、ご質問9月号、9月号にですね、科学の9月号に論文出しまして、今年です。ただですね、私の方 の, アパストという演技をやってるんですけど、それと私のブログの方にぶら下げますので、ご自由にご覧になれるようにしています。はい、それと改めてです、新規制基準の問題点の最終、まあ、まとめというかですね、後藤さんからコメントをお願いしたいと思います。この話はですね、炉心溶融、先ほど小倉さんもそういうことを見解をおっしゃってました。炉心溶融を起こすともうダメです。ほとんど格納容器で防護しろ、例えばフィルターをつけてね、格納容器防護しろっておかしいです。もともと格納容器っていうのは都市近郊型に原発を作ろうと思ったらこれはやばいということで、格納容器を作れば都市の近郊にビルトルを作ったんです。何もしないでも放射が出ない、ところがそれが突破される世界になったらもうダメなんですから、これはとても炉心溶融した後はダメだということになります。それから過酷事故対策の有効性信頼性に欠けるというのはですね、その次の方に出てきますけど、4つ目のところにですね、汚染水問題、汚染水の福島の状況を見ればわかるんですけども、いかに人間の手でやることのですね難しさ、ご記憶かどうか分かりませんけど、事故の直後からですね、いろんなことを努力してやるんですけど、全部裏目に出てる。その冷却からですね、特に汚染水の地下水のコントロールからなんて、みんな失敗してる。途中でダダ漏れしたり、配管が切れたり、ひどいのは冬場に凍りつくとか、それからもっとひどいのは春先になったら草が生えてきて、配管を突き抜けて破れたり、こういうことが起こる。これはなぜかっていうと、設計で作り込んでるんではなくて、人為的に後から対策でやるからだ。で、過酷事故対策ってそれが中心になっている。その意味するところはですね、信頼性足りない。つまり地震があったら壊れちゃう。だからその時は作っとかないで、地震が終わった後持ってきてつければいい。こういう発想なんだ。ですからそれじゃ間に合わない。原発には無理だということです。それが保証がない。それから最後のところは、被害ですね。あ、すみません。もう一個多重防護多層防護の一言申し上げます。多重防護多層防護というのは、あるところで事故を見ようと思ったけど、ダメだったら次、ダメだったら次というふうにやるんですけども、その考え方をやっていくということは何かというと、基本的には事故の確率を減らすだけです。確実にですね、先ほど申し上げましたように、確実に対策ができないものであるならば、それは完全に止まらないんですね。だから多重防護という。てるんですけども、実はそれは私から見ると言い訳になってしまうんです。先ほど申し上げたように格納容器がね、最後に守るって言ったらそれでやったらいいんです。まだそうじゃないでしょう。ということは限界を意味してるんですね。原発が無理だという意味です。それと最後に一つ、
避難のこと、これご質問があったんですけども、やはり避難はですね、70キロとか80キロとかいろんな表現がありますけども、基本的に放射能がロニアルの全部量出たときですね、風任せですから、少なくとも数十キロじゃ済まない。100キロの単位、何百キロの単位になり得ます。そうすると、すぐ近くじゃなくても遠くが汚染する場合がある。プルームが行ってそこで雨が降ればそこで広がる。つまり、どこがどのくらいの被害を受けるかということが分からないわけになるというふうに思います。それを覚悟しないといけない。ですから、福島でありましたように、環境支援4000万から5000万というのは、人口の半分近くですよ、3分ですから半分。が避難しなければいけないような事態があり得た、そのギリギリまで行ってると。というのは福島の現実だということになります。ですから私は、私の個人的な見解は、原発などはいらない。再生反応で全力でシフトするというふうに考えています。以上です、はい。ありがとうございました。それからですね、じゃあスライドはここまでにして、もう一方ご質問いただいたんですけど、これは今回の原子力審議委員会の吉岡座長が来てくださってるんですけども、吉岡さんの方からコメントしていただく方がいいかと思いまして、お願いしようと思うんですが、いただいた質問がですね、福島第一原発の事故に対する責任は誰も取っていません、今後もこのようなことが続くのでしょうか、責任を問う法律を作るべきと思います。それからもう一点、再稼働による核廃棄物、事故による廃棄物も含めてですね、そういったものの処理処分は原発立地地域または電力を利用している地域で行われるべきだと思いまして、そのような法律も欲しいと考えています。そういうようなコメントをいただいています。まさに原子力市民会ではこの規制基準の問題だけでなくて、核廃棄物の問題はずっとこのレポートにも書いていましたし、最近ですね、まさにこの福島の事故廃棄物をどうするかということも含めた新たな廃棄物のレポートも準備しているところなんですが、その辺も含めて吉岡さんの方からコメントをいただこうと思います。ありがとうございます。福島原発事故の責任というと、法的責任もありますけれども、まず一般的な議論から言えば、直接放射性廃棄物、核廃棄物を垂れ流してぶちまけた東京電力の責任であると、これが一番大きな責任で、しかしリスクがあることを知りつつ容認してきた原子力規制機関、当時は原子力安全保安院というのが主ですけど、これにも責任がある。さらに同じ政府ですけれども、原発を推進してきた経済産業省、2000年までは通産省、特に資源エネルギー庁ですね、こういうのにも責任があると。でこの3社が、ものすごく非常に重い責任を負いますけど、他にメーカーとか、学者、原子力工学を専攻する学者さんとか、あるいは受け入れてきた自治体、地域に、立地自治体、こういうのにも責任があると。で、事故が起こってしまって、どのような責任を取るべきだったかというと、今はまだ確定はしてませんけど、刑事裁判で東京検察審査会が勝俣当時の社長、武藤武黒当時の副社長が強制起訴されていると、津波を知りながら認めたという、これは住民に対する、被害者に対する刑事罰に相当するという、これが現在進行中ということで、刑事罰は問うことがようやく、検察は拒否したんだけれども、審査会の、検察審査会、一般市民の良識によって進められることになって、これはいいことだと思います。真実が明らかになるという点で、でもいい点だと思います。で、民事というか、損害賠償は起こすことは、被害者を起こすことができるわけですけど、それとは別に原子力損害賠償法というのがあって、私の言い方では電力会社事故救済法というふうに、そういう性格のものだと思うんですけど、お金を投入
巨額になれば政府がお金を投入できるというそういう規定があります。でこれを適用できなかったものですから原子力損害賠償支援機構法というのを作って東電がまだ潰れないのはそこから何兆円もお金を借りているというようなことで、だから責任を問う法律を作るためには原子力損害賠償法及び支援機構法を廃止するというのがまあ一番いい手ではないか。過酷事故をすれば確実に電力会社が潰れるというそういうそうなってなかったわけです。でそうすればおいそれとは再稼働はできないのではないかと、それが必要だと思う。もちろん民事責任というのは存分に問われてしかるべきです。でそれから2番目の、まあ、再稼働をもしした場合のあるいは今ぶちまけられている廃棄物もそうなんですけれども、その処理処分は原発立地地域または電力を利用する地域という、まあ、これ原則としておっしゃる通り、これ要するに東京電力管内というふうに、で他の地域で原発を稼働した場合にはその電力会社の管内というそういうことになります。それは汚染者負担責任というのは原発以外についても広く認められているので当然であろうというふうに思います。ただそれを法律にするのは核廃棄物って特徴から言って議論が必要だと思いますね。例えばチェルノブイリの事故もこれは空中に出た分では福島の何倍も出たと言われてますけど、あれはウクライナにあったわけあるわけですけれども、汚染したのは主にベラルーシ、さらに原発を設計して作ったのはロシアには少しか行かなかったけど、ね、相当でも取り積もったというようなことで、原発事故というのは規模が大きすぎるんで管内というような話では片付かないような、まさにそういう日本全国の問題であるいは日本は島国だけれども、特にヨーロッパなんかでは全ヨーロッパにわたる何十カ国にわたるそれほど巨大な損失をもたらすものであって、そういうものをやってよいのかという観点からの検討も必要だと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとだけ補足しますと、原子力市市民会で作った原発する社会の道ではですね、そういったところも、踏まえておりまして、脱原子力基本法を作ること、それからエネルギー転換基本法というようなものを作ってですね、エネルギー用のあり方を、まあ、持続可能な形に切り替えていくようなことを考えておりますし、原子力災害復興基本法というようなものを作ってですね、やっていったらいいんじゃないかというようなことも含めてこの中に今試案として書いていますので、そういうこともぜひ参考にしていただいたらいいんではないかなというふうに思います。時間が本当になくなってきてしまったんですけども、今日こういった形で報告をしディスカッションしたことのご感想をですね、地元の高野さんと篠原さんから一言ずついただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。高野さんから入ってよろしくお願いします。今日は実は小さな田舎の町の、しかも東北電力が政治的にも経済的にも支配するような町で運動をしてきたものとしてね、こんなに多くの人たちが関心を持ってお話を聞いたり話をしたり討論したりでき、こんなに集まったということに私まず、勇気をいただきまして本当にありがとうございました。もう一つは実は女川の町議会はどちらかといえば推進派っていうか容認派というか再稼働ね、明確に反対しているのは3人ぐらいで、あとはでも同業している人もいらっしゃってね、これ頑張ればなというふうに思ってます。実はこの間9月に戦争法案 に対して慎重な審議を求める意見書っていうのを小野川町議会が保守系の皆さんと一緒に提出して
特待呼んで通したんですよ。ですからね、やっぱりね、町民の世論が大きくなれば議会も変わるんじゃないかというふうにも思います。そういう希望を持ちながら、ぜひ今日お話伺った後藤さんとか飯野さんとか小倉さんの話、石巻とか大根川の人たちにも聞かせたいなと、特に議員さんたちに聞いていただきたいなというふうに思いますので、ぜひこちらの方にもおいでいただければ幸いだというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では篠原さんお願いいたします。今日は長時間熱心に聞いていただいてありがとうございました。今日のシンポジウムは共催という形で、原子力市民会に全面的に協力をしていただいて、こういう場を実現することができました。後藤さんとか小村さんはですね、小名川原発の設計建設運転の段階から、関わって小名川に何度も足を運んでいる方々なんですけども、被災後のですね、小名川原発の現状を見てもらおうというんで、この前東北電力に申し込んでですね、見学会を やってですね、東北電力の方は副市長がですね、案内役を買ってくれて、丁寧に案内をしてくれたんですけども、3500億円かかると言われているですね、安全対策工事っていうのを見せてもらいまして、ものすごいやっぱり規模が大きいんですよね。これだけ規模の大きい安全対策を取ってくるから大丈夫なんだろうっていうふうに、普通は思うんですけども、それだけのなんか工事量を見せられるとですね、こんな工事をしなければ安全が担保できない原発なんていうのはですね、やはりダメなんだっていう感じを持ちました。それとものすごいね、発電所の中にも入れてもらいましたけども、セキュリティがものすごく厳しいんですよね。何度も何度も免許証提示を求められて、そして検査をされてですね、なる原発っていうのはですね、実際事故が起こった時に自由な行動ができないっていうかですね、この自由なさが抑えられてるっていうものも、やっぱり原発の持ってる危険性のなせる技なんでね、やはりこういうことを本当に今後許していってはいけないなっていう感じを持ちました。今後もですね、再稼働は許さないということで、シンポジウムをですね、今回はパート1っていうことで、企画してますけども、再稼働問題にはいろんな問題がありますので、パート2、パート3、そして今高野さんが言いましたけども、今度は女川の体育館を借りて同じようなシンポジウムをですねやりたいとも考えてますので、ぜひ皆さんのお力添えをですね、よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。